はい。皆さん、こんにちは。レクセンニコーシナカギです。えー、それでは、入門講座の全体構造編ですね、えー、始めていきたいなというふうに思っております。まあ、これからですね、えー、1年間、まあ、法律の勉強始めという方ね、えー、ぜひぜひどうぞよろしくお願いしたいと思います。で、えーと、まあね、あのー、毎回毎回僕の方でね、えー、結構まあ、早口で喋るということもありますので、あの、録音とかもね、ご自由に取ってもらって結構ですので、あの、携帯とか IC レコーダーとかね、えー、そんなので録音して、でまあ、ちょっと聞き漏らしたなとかいうところあればね、えー、それ聞き直すのもありですし、えー、ごめん、ちょっと聞き逃したから、直接僕にね、聞いてもらって でも全然で、OK、でですので、まああののあ最後までね僕方はい、えー、早速ですけどもね、えー、今日扱っていく内容ですけれども、まずはこのね、セブンサミットテキスト第8版の全体構造編のテキストですね、えー、こちらをメインでまずは使っていきますけれども、もう1点、えー、全体構造レジュメントね、えー、書いてありまして、この2つをね、主に扱っていくというふうに思ってください。で、えー、あとね、あの、入門講座入ってからで結構ですけれども、あの、5色のね、マーカーを使っていきますので、またね、そのあたりの説明もまたね、この、 の中でお話していきますしあと板書の量がね多くなりますのでまぁ、あ、ちょっと大きめの付箋とかねそのあたりをいただくとよりいいかなというふうには思っておりますはい、えー、早速ですけれども、えー、全体保存編ですねまぁ、あ、今日ね3時間しかないのにまあこんな90ページなんかできるわけないということであのかなりね、えー、この内容を端折りながらね、えー、大事なとこだけまあやっていくとでまあ1回目でもあるんでね、まあ、皆さん肩の力抜いてね、えー、気楽に聞いとってもらったらそれでいいかなというふうに思いますはい、えー、早速ですけれどね、えー、レジュメの方からね見ていただこうかなと思いますが、えー、ちょっと 一枚ですね、えー。ちょっと開いていただきまして。 えっと、はじめに講義の進め方で、マーカーとかね、えー、書いてあるところがあると思います。で、今日のところはね、えー、5色のマーカーはまあ全部は使いません。もう1色だけ、えー、使っていきますんで、えー、その1色目何かと言いますと、まあこれは1つ目のね、種類と書いてますが、解説チェックというね、えー、そういう名前を読んでいきます。まあ何かというと、もうこれも覚えなきゃしゃーないよっていうね、えー、そういうところに対してマーカーをね、えー、おすすめの色としては黄色をおすすめしてますけれども、あの好きな色使ってもらって結構ですので、まあ僕の手控えとかね、えー、これではまあ一応黄色でね、やってるような感じと。 いうふうに思ってください。はい。で、まぁ、あ、一応それ以外の4種類については、あの、入門講座の民法を始まった時にね、またお話ししようかなと思いますんで、もう今日は一色だけというね。で、まぁ、あ、黄色のマーカー持ってない方は、あの、何でも結構ですので、えー、ボールペンでも何でも使ってもらったらいいかなと。で、えー、ここは復習するときに、ちょっと頭の使い方が変わってくると思っておいてください。えー、復習するときにね、えー、この黄色が来たときには、あなんとか納得して覚えようというね、えー、そういう努力をしてもらえたらなというふうに思っております。まあ納得して覚えるというね、えー、そういう作業をするべきところ、これが解説チェックと思って くださいで、それ以外の色はというと実はまあ、まずは覚えるというよりは納得することに焦点を当ててください結構難しかったりするところねえー、それがまあ2色目以下になったりしますんで、えー、そこについてはまずは納得するんだというね、えー、暗記暗記というね、えー、そういう風に入らなくていいかなという風に思っとおってくださいはいということでまあちょっと復習の時にね頭の使い方が変わるよということで解説チェックとそれ以外のね、えー、チェックの指示をしていきますけれどもまあテキストにね、えー、チェック全部入れるというよりは、えー、何十ページかありますけどもね今日のテキストを入れたら多分まあね、えー 10ページ分ぐらいしかね、チェック入れませんので、まあ、ほぼほぼ大事なところしかチェック入れないというね。逆に言うと、この大事なところを押さえとけば、試験で点が取れるようになってますんで、えー、そういう意味でね、えー、テキストなんかこう全部覚えなきゃとか、そんなしなくていいんでね、えー、チェック入れた箇所を重点的にやるというね、えー、そういう意識でやっていただけたらいいかなと思います。はい。で、えー、括弧の2番の方入っていきますけれども、まあ、今日はあんまりランクとかはね、言いませんけれども、また民,民法入門講座に入りましたらね、ダブル A ランク、A ランク、B ランク、C ランク、D ランクと、5つぐらいに分けていきます。で、えー、これ論文試験で出るかどうかのね、 え、重要度の違いでありまして、B までが論文で使うというね、そんな感じです。なので、まあ、まずは WAA ランクですね、これはもう超重要になりますんで、そこは復習でしっかりやろうと思ってください。で、C ランク、D ランクの勉強は2年目以降で結構です。正直申し上げて、ね、C ランク、D ランクは論文ではまず出ませんよというところなんで、まあそこについては、あとはもう復習ちょっと発症ルームありだし、まああるいはね、そこに復習するとしても、まあ軽くでいい。 ねえ、そんな感じと思ってください。とりわけ、D ランクなんかやるところはね、もう知らないと、ほっとくというね、えそんな感じでも全然 OK かなとは思います。はい。あとまのね、えー、入門コード入りましたら、いろんな指示ね、テキストに入れていきますけれども、まあ今日のところは、まあ、ランクの話ね、ね、それぐらいで、あとマー,マーカーですねえ、使うのが解説チェックというところだよというところだけね、え知っとってもらえたらいいかなと思います。で、まあ人間ね、えー、どうしてもこうね、えー、大学受験までのところで暗記がね、えー、結構重要だというふうにね、えー、皆さんしてきたとは思うんですけれども、まあ法律学でもね、えー、ある程度ランク はいろんないいんんるるでですすすけどももまずは法律の世界ですねね納得するととうことを、ね、意識してもらえ、たらいいかなといいう,うに思います、えー、なぜかと言いますとね、えー、その、なんていうかな、えー、法律、まあ、こっからね、えー、今日の、ま、前半でもお話ししますけれども、必ず作られた理由があるんですね。何のために作ってるのかというね、え、目的がありますんで、その目的に照らして考えたら、ああ、そりゃそうだな、とかね、そういう,うになることが多くなりますんで、なので、納得するというね、え、その復習これをできるだけね、えー、翌週の復讐、えー、なんかな、入門講座始まれば、 毎週毎週ありますけども、翌週の講義までに2回ぐらいは復習必ずしてくるという風な感じでね進めてもらえたらいいんじゃないかなと、まあ、理想はねさらにもう1回ね、えー、さらに翌週もう1回前の週もやってってことで2週の間に4回ぐらいね同じ箇所復習するといいよという風なところはねまたお話ししますけれども、まあ、焦らずじっくり繰り返すというね、えー、そういう感じでやってみてください。はいあとですねあのー、これから先皆さんテキストがあのいろいろと増えてくるとは思うんですけれどもね、えー、このセブンサミットテキストだけではなくてねレジュメもあるしでそれ以外にもですね問題集とか もも出てくるんですけれどもあの、基本的に書き込む対象は一本化するというふうにしといてください。これね、あちこちに書いてしまうと、あれ、どっかに書いたけど、どこだったっけとかね。そういうので、調べる時間とかはもったいなくなるんで。なので、書き込む対象はもうこのテキスト一本という感じにね、しとてもらえるといいと思います。なので、いろいろと版書します。版書する内容も、このテキストに一本化できるようにね。 付箋で貼り付けるとかね。えー、箋に版書ね、えー、内容を書き込んでテキストに貼り付けると。一元化するというね。えー、これ結構試験の直前期になるとね、えー、かなり力をね、持ってくるところでありますんで、できる限り一本化するというね、えー、そういう意識を持ってもらえたらいいかなと。まあ,あの、一元化しないとね、えー、やっぱり後で困りますね。あれ、あれ、どっかで書いたけどどこに書いたっけとかね。こういうのもう時間もったいないので。なので、一元化するというね、えー、そこを意識してもらえると嬉しいなと思います。はい。えー、早速でじめちょっと2ページに進めていただきまして、まあ気軽に聞いておいてくださいね。 ま、ここから先ですね、えー、表試験とか予備試験、それに合格するための、ま、勉強というね、えー、それをしていくわけですけれども、このテキストの、えー、レジュメでは、ごめんなさい、えー、レジュメの2ページ、えー、書いてある内容なんですけれども、えー、ここについては今日のね、前半のラストに戻りますね、えー、どういう勉強方法をしていったら一番いいかなというね、えー、そこのま、おすすめの勉強方法が2ページに書いてありますが、今日の前半の最後に、え、戻ってきますんで、一旦はね、え、このページ開けたままね、え、テキストの方に入っていくという感じにしてもらえたら嬉しいなとは思います。ということで、 全体構造編テキストですね。えー、こちらの方に入っていくことにしましょう。はい。えー、今日の予定としましては、まあ3時間しかないんですけれどもね。えー、前半で法律ってなんやねんっていうね。えー、これから皆さんが勉強しようとする法律ってなんやねん。それからまあ授業の進め方に関するルールとかね。えー、そういったところまあ前半の1時間半ぐらいですね。えー、これで進めていきます。で、間10分休憩取りまして、えー、後半ですね。えー、この後やっていく7科目ね、やっていくんですけれども、そのうちの主要科目になってくるね。県民家。この3つについてのダイジェストをね、ちょっとやっていこうかなと。で、とりわけ 民法がねすごく大事になってくるのでまあ、民法に関するね、えー、ちょっとしたこう基礎これをちょっとね、えー、前半のあ後半の方でね、えー、やっていこうかなと思いますのでまあそんな感じで、えー、テキストはこれね7本全部書いてますけれどもまあ一応法律の全体構造の話とそれから県民経ぐらいをね、えー、今日はちょっとこう聞いておいてもらえたら嬉しいなというふうに思いますはい早速ですけどもテキスト1ページ開いていただきますとまあ、序論ということで司、えー、法試験合格用の道なんていうね、えー、そういうタイトルがついておりますがここはまた、えー、今日の前半のラストに戻ってきますんで一旦 は今はねちょっと置いててもらえたらいいかなということで2ページに進んでいってくださいはい、えー、2ページの一番下のところで第2章法学入門とね、えー、書いてありますけれどもまあここの内容で、ねえー、話をしていくような感じにしたいと思いますはいまあ一応法学まあこれから学習する皆さん法というのを学習するんですけどねどんなイメージ持ってありますかね ほって聞くとなんか堅苦しいなとかですね、なんか難しそうとかね、えー、そんな風なイメージをね、持ってる方いるかもしれませんけれども、分かりやすく言うと、ほって何ってうとルールなんですよね。簡単に言えばルール。で、えー、皆さんスポーツしたことあると思うんですけどね、例えば野球だったら9回までやるとかね、ルールありますよね。で、3回アウトになったら交代とかですね。まあ、そんないろんなこうルールってのは、あちこちに世の中あるんですよね。で、そのまあルールなんですけれども、何のためにあるかです。 何のためにルールあるか。ね、えー、基本的に。 一人暮らしで、一人で生活してたらですね、ルールなんかいらないんですよね。えー、例えばですけどもね、一人暮らししてる方、この中にもいらっしゃるかもしれませんけども、自分で門限7時とか作ってですよ。で、えー、友達にご飯ね、えー、行こうとか言われてですよ。いや、門限あるからと。なんでやねんって一人暮らしやろと。ね、そんな感じになるとね、あのー、結構、あの、変人扱いされたりしますよね。なので、まあ、そういう意味でいくと、あの、一人で生活してる限りは基本的にルールなんかいらないんですね。でも、二人以上いると、やっぱりお互いの間で、いろいろと居酒屋が起きてくると。 いうのが起こるんですね。例えばまあ二人でね、えー、生活、まあ一番多いのは夫婦だったりするんですけども、夫婦とかなるとですね、えー、や、 朝5時に起きてですよ。朝がするんだとかね。そういうふうな、まあ一人一方やってもですよ。もう一方は朝ゆっくり寝たいね。というふうな感じですね。えー、ここで早起きするかしないかとか、そんなところでトラブルが起きるんですよね。で、そのトラブル起きた時に、まあ家族であればまあ話し合いすればそれで済むんですけれども、それができないね。ね、えー、そういう関係の人が必ず出てくるんですよね。で、そういう意味で、 ま、ここですね。あの、ルール。えー、ここ、複数の人が生活している、ね、えー、その世の中に、もしルールがないとっていうのを考えてみるといいと思います。なので、ちょっと番書しますけどもね。もしルールがないとどうなるか。世の中にルールがないとどうなるか。これちょっと考えてみましょうか。一番ポピュラーなルールでいくと、交通ルールです。 交通ルールで赤信号を渡ってはならないとありますよね。で、この赤信号を渡っちゃいけないというルールがもしなかったらどうなるかというと、で、信号ルールと書いておきますけれども、これがもしないと、こうなるでしょうね。事故多発。いいですかね。もし赤信号で、えー、進んで、 いけないというルールがなかったとしたら、交差点みんなもう入り放題ですね。俺はもう直視するんだね、俺も直視するんだっかもうこれで終わりですよね。なので、こういうことになったらやっぱり困るんですね。で、何が困るっていうと、このルールがないと結局は、こうなっちゃうんですよね。人々が生活にする上で幸せに生きていけないと。このルールって何のためにあるの というと、一人一人の幸せのために究極的には出てくると。こう思っていただくといいです。まあ、それ以外もいろんなルールありますけどね。人を殺してはいけないと。まあ、当たり前っちゃ当たり前ですけどね。何のためって、それはその人の幸せのためですからね。それから人のものを取ってはいけないと。当たり前ですよね。あの、その取られた人が不幸になっちゃいますからね。なので、まあ、そういう意味で、世の中に存在するルールというのは、基本的には、人々が幸せに生きるために作られているというふうに思ってください。で、そのルール、ね、作るだけでは意味がないんです。 作っただけでは守らない人も出てくるんで、社会の中では強制力がいると。こう思ってください。赤信号を破ったらどうなりますかちょっと、まあ、歩行者だったらね、えー、ちょっとまあ、警察に注意されるぐらいで済みますけれどもね、えー、車の運転だったりするとね、えー、最悪免許取り消しとかですね、そういうようなまあペナルティがやってくるんですね。ここ、ルール、ね、えー、作っただけでは全く意味がなくって、 強制力伴ってようやく意味が出てくると。ということで、えー、ここが、まあ、社会のルール、これから学習する皆さんの法律というね、えー、そういうところと思ってください。まあ、家族の中であればね、えー、そのルール破ったからってどうことないですけれども、社会のルールというのはこれは、もし守らなければ、それに対してのペナルティーですね、そういったものが用意されてたりするぞ、というね、えー、それがまあ、これから学習する皆さんのルールというね、えー、そういうものだと思ってください。はい。ということで、まあ、早速ですけれども、テキストですね、えー、第一節法 ととととは何かというこころろににね必要なところにちょっと解説チェックを入れていこうううかなとといいうふうに思いますがちょっとここから先の、ま、あ授業の中で、え、テキストを読むときにね、えー、関数字の1ね、えー、長いんで、横1というふうに言っていきます。えー、関数字の2とか関数字3とかね、言うの長さ正しいんでね、横1、横2、横3というふうに言っていきます。から、アラビア数字の方ですね、こちらもアラビア数字の1、2、3というの長いんで、縦1、縦2とかね、そういう言い方しますんで、ちょっとここは授業ね、えー、テキストを見るときの一つのルールとして、横1、縦1というね、その言い方ですね、えー、ちょっと 聞いた時にあはい。ということで、まあ、早速ですけれども、横1縦1なんですけれども、まあ一応ですね、カッコの1はほっといてもらったら結構でして、カッコの 2, 2、3ページですね。こちらに進んでいってください。はい。法とは何かというところではあるんですけれども、えカッコの2番、法とは何かこの中に、えっ、ー、と、6行目ぐらいかな。えー、社会のルールと書いてますね。ここにちょっと解説してくれと言ってください。ね、えー、社会のルール、ね、えー まあ社会規範のところは結構ですが、社会のルール。ね、えー、この世の中でね、えー、たくさんの人、日本だったら1億2000万人とかおるわけですけども、その1億2000万人の人々のルールですね。えー、これが一応法であるというふうに思ってください。で、その法の特徴がその次の点々のところですね、えー、続いていきまして、青文字にもなっております。ここも解説チェックちょっと入れておいてください。えー、国家権力による強制力を伴った で、ここでスラッシュを入れていただくイメージね。で、さらにもう一回ちょっと切り離して、社会規範というね、えー、そのところにもチェックを入れておくといいです。はい。ということで、まあ、ルール、社会のルールの特徴なんですけどもね、えー、強制力を持っているよ、というね、えー、そこがまず一点。と、もう一点、社会規範ってな慣れない言葉が書いてますけれども、これ、どういう意味ですかというと、その下に書いてますが、価値判断というね、えー、それと置き換えることができます。まあ、どういうことっちゅうと、先ほど書きました。赤信号の信号ルールですね。 信号ルール。これ何のために作っているかと、まあ、ちょっと幸せのために作っているんですけれども、えー、そこは何が、えー、どういうふうなね、えー、ことが考え方として入っているかというと、赤で渡ってはならないという価値判断ですね。これが入っているんですね。赤で渡ってしまうと事故になるからダメなんだというね、その価値判断。これが入っていると。評価が入っていると思ってください。まあ、価値判断と書くと難しいと思いますので、評価と思ってください。えー、この信号渡っちゃならないんだという評価ね。 殺人罪の条文であれば人を殺してはならないんだという評価ですね。えそういったそう、ね、え価値判断、べき論、ねえ、これが入っているものがルールであるというふうに思っていただくといいかと思います。はい。で、ここの、ね、強制力伴った、ね、それからまあ一応ルール、社会規範ね、え要はまあ価値判断ね、評価ね、えそれが入っているものがまあ法律なんだというふうにね、もとってもらったらいいかなと思います。はい。ということでまあその下にまた枝分かれ図書いてますね、法、ね、上の方に社会規範と書いてありますけども、ここ社会規範のところもう一度解説してくれといてください。 ね、え、枝分かれの上側、社会規範で、その行の後半、一つの立場からの価値判断が含まれていると。ね、えー、そういうことで、まあ一応ルールの中には必ずね、こうすべき、ああすべきという価値判断が入っているんだというふうに思ってください。はい、それと同時にもう一個、強制力あるというのは次の枝分かれの下の方ですね。こちらになりまして、返してくれておいてください、えー。紛争解決の基準、強制力を有すると。いうことで、例えば、信号、赤信号を渡っちゃいけないというルールがありますね。で、 もし、それ破って事故を起こしたら誰が悪いと。それは信号を破った人が悪いと。いうふうな感じで解決していくと。いうようなところでね、必ずその紛争解決につながっていくというね、これがまあ一応社会のルールのね、そういったまあ特徴であるというふうに思ってください。逆に言うと、法律ってのはその紛争を想定して作られていると。こう思ってください。 紛争を想定して、紛争になった時にどうするかっていうね、えー、それをまあ想定して作ってるのがまあ一応法律でありまして。さあ、ここからまた板書をね、えー、していきたいと思いますけれども。これからの学習にあたってのまあちょっとした注意点になりますけれども。法というね、えー、ルール。これだけでなくて、 事例も大切にしてください。紛争の事例ですね。どういう時に使うのかというね、使い方。これを意識して勉強するだけでも全然変わります。なんか法律だけをね、えー、抽象的に押さえていけばいいか。ねそういうわけじゃないです。ね、えー、実際には、やっぱり具体的に使うということを想定した勉強というのが必要でして、ルール学習する際には常に事例も大事にしていってください。で、 事例って何ですかというと、必ず人間が登場します。ね。えー、犬と猫が喧嘩してるとか、そんなところに法律は使いませんからね。えー、基本的に人間同士の喧嘩ですね。えー、そこに一応ルールというのが使われていきますので、A とか B とか、当事者が必ずいます。A、B など、ね。 まあ、結構やよく使うのは XY というね、それを使います。X が原告、Y が被告みたいなね、えそんな感じでこうね、やっていきますけれども、必ず当事者がいます。で、当事者の立場で使うと。これがすごく大事な力になってきます。 これから先皆さんが法律の世界でね、例えばこう、少子券でも起きてみようとかね、そうなった時には、これ、法を当事者の立場で使える。ね、これがすごく大事な能力と思ってください。 まあ法律を使う仕事として弁護士なんかが言えますけどもね。えー、弁護士ってどんなことを仕事してるんですかというと、まあ、ちょっと困りましたとね、えー、トラブルに巻き込まれて困りましたという人がやってきます。で、その困りましたという人のために法的にどう解決できるかをまあアドバイスすると。これがまあ弁護士の仕事なんですけれども、えー、その際はね、その困っている人の立場でどうしたいか、どうなったらいいかな。これをまず考えるんですね。で、どうなったらいいかな、 ということを想定して、じゃあそのためにはどうしたらいいというふうなことを逆算していくと。例えばですけれどもね、えー、友達と喧嘩しました。殴られましたと。殴られて病院た,た,た,たくさんかかりましたと。そういうね、えー、人が相談来た時に、まずどうするかやったら、じゃあ治療費とかを相手に請求したいですね。というふうなところから入ってくるわけね。したいこと、というのが必ずありまして、したいこととその条件、という感じでお押さえておくといいと思います。これを、 1>, 1回目ではちょっと早いかもしれませんけれども法律効果というねこと、えー、聞いたことがあるかもしれませんけれども、えー、条文の形としましてしたいことと必要条件こういう形になってましてね これから学習する法律。当事者の立場で使えるようにという、そこをね、言いましたけども、当事者の立場で使えるように作られてます。条文読むとね。なので、事例を想定しましょう。当事者を想定しましょう。で、当事者の立場で言いたいこととその条件という、その発想を持ちましょう。というところですね。これをこの後ね、皆さんにはまあ、しっかりと意識してもらおうかなというふうに思っております。 はい。ってことで、まあ、版書ね、えー、こんな感じでさせてもらいましたけれども、はい。えー、ちょっとまあ、こんな条文も見ていただくと、よりイメージも膨らみやすいかなというふうに思いますので、えー、ちょっとまあね、えー、6本持ってない方もいらっしゃると思うので、6本の条文をね、えー、ちょっとこう、えー、書このスクリーンにね、映そうかなと思ってますが、<laughs> はい。えー、ちょっと、 番書ね、途中の方は申し訳ないですけどもね、えー、ちょっと民法のある条文ね、えー、これを引かせてもらいました。まあ、562条という、まあ、必ず入門講座でも、え、学習しまして、おそらく10回目ぐらいで扱うかなというね、えー、気がしますけれども、この、飼い主の追加請求権で書いてますけども、ここに何が書いてあるか、まあ、日本語として読んでいきますね。えー、引き渡された目的物が種類品質数量に関して契約の適合しないものであるときは、飼い主は売利主に対し、 目的物の周波、代替物の引き渡し、不足分の引き渡しによる追加を請求することができる。なんてな風なね、書き方してるんですけれども、ここ、皆さんの立場でやると、例えばですね、えー、ま、アマゾンでも何でもいいや、ね、買い物しましたと。で、アマゾンで買い物した、えー、パソコンを買ったんだけどもね、届いた商品が、なぜか起動しないパソコンでしたとね。えー、そういうのがあった時に、この条文で生きてくるわけね。何かっていうと、引き渡された目的物、これが、 契約内容に適合しない。これ必要条件なんですけどね。その時に買い主としては何ができるかというと、修理の請求とか、代わりのものの引き渡しとか、えー、履行の追加を請求できるってね。こんな風に書いてますけれども、はい。買ったものが壊れてた時にこれ使える条文ですね。いいですかね。そういう風にこの条文で必ず具体例想定します。 で、その具体例を想定して、当事者の立場、この立場でいけば、飼い主の立場で考えたいですね。飼い主の立場で、壊れたものが届いたらどうしたいですか直してほしいですね。あるいは、代わりのものは欲しいですね。場合によっては、お金返してほしいです。だからいろいろ考えることあると思うんですよ。で、条文というのはそんな感じで、この、後ろの方ですね。修法、代替物引渡し、履行の追加。このあたりが、したいこと、イコール、法律効果と呼んでいきます。 で、したいことができるかどうか、その必要条件というのが、引き渡された目的物が契約内に適合しない。これが必要条件という感じの関係になっていきます。そういうことで、ちょっとね、えー、この562条を例にしましたけれども、条文というのはこういうふうに、当事者の立場で見たらしたいこととその必要条件というふうな関係で書かれています。で、これを、 常に意識して、具体的な事例ではどういうふうなね、事例が想定されているか。で、その事例でいけば、あ、この人こういうことしたいなと。で、したいことが効果として条文に書いてあります。で、そのための必要条件というのが要件ということで書いてありまして、この法律の学習するときの、実はポイントになってくるところですね、事例大事だよ。当事者の立場大事だよ。で、要件効果という発想で条文見ていくよ。というね、でそのあたりをね、やっていくと、法律の世界がですね、いきなり、 ぐぐっと広がっていくね。そんな感じになるのかなと思います。はい。ということで、この条文ですね。必ず要件と効果というね、そういう構造になっているよ。で、さらに、その、当事者の立場で使うことが想定されているよ。事例が想定されているよ。というね、そういうふうに思っていただくといいと思います。で、まあ、こういったね、法律の勉強をしていくよ。ということで、ここで、法の世界、法とは何か、当事者の立場で使うためにあると。 言い換えたらそういうことになりますんでね。えー、当事者の立場で使いこなすために存在しているというふうに持っていただくといいと思います。はい。ってことで、まあ、それ以外のところテキストチェックは入れませんのでね、えー、カッコの3番以下、バッテンでほっといてもらっていいですね。バッテンしていくぐらいのね、えー、する側の勢いで、もうカッコの番見ない。ね、復習の時も見なくて結構ですんで、ほっといてください。 はい。それから次のページ、4ページ行きまして、2番、定義の定義と書いてますが、もうね、こんなもんトートロジーかって感じでましてね、えー、2番も全体バッテンでほっといてください。はい。なので、えー、5ページですね、えー、そこまでもうね、飛んでいただいていいかなというふうに思います。はい。で、この後ですけれども、まあ、この法律の世界ですね、まあ、したいこととその条件というね、えー、そういうふうにまあ言っていきましたけれども、ここの、したいことってのは、これは、結局はどういうことかっいうと、 権利義務という形で考えることができます。先ほど、買ったもの壊れてたという時の条文出しましたね。あれ何が書いてますかってゅうと、壊れたものであった時には、追加請求権という権利が書いてあるんですよ。代替物の引き渡し請求権という権利が書いてあると。いいですかね。あるいはこうね、えー 不足分、不足分があったときにはまあね、その不足分を補ってくれとかいうような、そういったものが入ってるんですが、要は、飼い主から見たら権利が書いてると。 裏を返すと売り主からしたら義務になるわけね。で、この権利と義務っていうのは裏表の関係になってまして、条文っていうのはこの権利義務という形で書いてあるよと。したいこと、イコール、まあこれはね、効果でありますけども、これさらに言い換えると、権利義務という形で書いてあると。で、この権利義務というのを、まあたくさんこれから法律の世界では勉強するよ。これが3番のところと思ってください。はい。ということでまあ3番のカッコの1ですね。もうほんな長く全部読んでも仕方がないので、3番カッコの1、ポイントのところだけ返してくれちゃいます。上から4つ。 目の段落でしてね。えー、権利義務は極めて主観的なって書いてある。その段落があると思いますので、その段落の後半に解説チックを入れておいてください。えー、法律の世界は、いいですかね。第四段落ね。カッコ一番の第四段落。権利義務は極めて主観的なと、この段落ありますが、この段落の後半です。法律の世界は、で、次の条。権利義務をブロック組のように組み合わせ、論理的な体系としたものと。ということで、えー、ちょっとここも、 また、先ほどの、追加請求権の条文、出しますけれども、はい、えー、ここの562条ね、まずは、飼い主の権利が書いてある、という感じであるんですけれども、2項、見るとね、全項の不適合が飼い主の責めに帰すべき人によるものであるときは、飼い主は追加請求することができない、というふうに書いてますね。例えばですけどもね、a m アマゾンで買ったパソコンですね、えー、これを、あとかっと書いて落としてしまったね。 いいですかね。えー、買った直後に、その買い主、で買った人がポンとパソコンをちょっと落としてしまってですね、それで壊れたと。この時に、直せっていうのはおかしいですね。いいですね。自分で壊しといてなんで直せやねん、ということでね。この2項っていうのは、要は追加請求を受けた売り主からすると、いや、あんたのせいで壊れたやろという反論が想定されているという感じになります。要は、562条の1項で、この要件備えれば、 確かに追加請求という権利が発生しますけれども、逆にこの2項の要件を満たせば、権利が消滅すると。こういう感じになります。飼い主のせいで壊れただったら、追加請求権と権利はなくなる。消滅すると。こういう感じですね。権利義務の組み合わせですね。これが法律の世界であると。まあ、要は、これ言い換えたら、原告の側で言いたいことが、まあ、例えば1項だ。 それに対して、相手方の立場の反論が2項だとかね、そういう感じになってきたりしましてね。この主張反論という発想を持っていただくといいですね。このブロックで組み合わせって書いてますけども、要は当事者がそれぞれ主張反論、これが想定されてます。その主張、 反論、いうのを、ま、勉強していくよ。これが、この法律の世界でもある、というふうに思ってください。はい。ということで、ま、3番のカッコの1ですね。え、第4段落のところ、まあ、権利グムの組み合わせって書いてますが、要は、主張反論の組み合わせになっている、というね。え、そういう理解をしていただくといいのかな、というふうに思ってください。はい。ということで、その他のところ、特にチェック入れませんのでね。え、その他のところも、例年とって、バッテンでもしていただいてね。もう見ない、という感じでしといてもらってもいいかなと思います。はい。一番下のカッコの2番も同様でして、もうほっといてください。 はい。えー、6ページの括弧の3番もほっとく。ということで、非常にコンパクトにね。えー、これはも勉強するね。大事なところ。もう絞って絞ってね。えー、こんな風にやっていきますので。まあ、入門講座入ってもね、テキスト1400ページとかあったりしますけどね。えー、入門の民法のテキスト多分300ページぐらいにね、圧縮できたりしますんで。そんな感じで、もう大事なところはね、絞って絞ってというね、えー。そういう風にやっていただけるといいかなと思います。はい。 さあ、ここから先ちょっと言葉の学習やっていきましょう。えー、6ページの横の2番、えー、法の種類と書いてありますけれども、これから学習する法というのね、大きく分けて2種類に分けられます。えー、縦の1の丸1、丸2と書いてますけども、これちょっとね、今日覚えといてもらえると嬉しいなと思います。まず、丸の1解析ちょっと入れといてください。候補。で、これはちょっと飛んで、国家と国民との事項を定めたもの。先に作業だけします。 次、丸の2、私法。司法とも言いますが、丸の2、これは市民と市民との間の事項を定めたもの。というふうに一応解説チェック入れときますけれども、何のこっちゃという、わかりにくいですね。広報ってのはどういうものですかというと、一般国民と国家と書いてますけれども、 一般国民バーサス国家権力という、そういう紛争を想定していると。一般国民対国家権力というね、こういう紛争を想定していると思っていただくといいです。まあ、ちょ、憲法少しやりますけどもね。憲法のところでわかります。一般国民が国家権力に対しておかしいだろうと言っていくね。まあ わかりやすい話でいけばね、例えばまあ皆さんですね、スマホ持ってたりすると思うんですけどね、えー、スマホ使ってはならないとかいう法律ができたとしたら、なんでやねんと、スマホ使わせてくれよというふうに、まあ国家権力に対して言いたくなってくるよね。えー、その辺ですね、一般国民が国家権力に対して喧嘩を挑んでいくとかね、えー、そういうのを想定しているのが広報というふうな部分だと思ってください。で、それに対して一般市民間丸の2ですね、市民と市民と書いてますけれども、まあ言い換えたらまあ一般、 まあ国民でも市民でもいいですけども、一般国民対一般国民。ということで、夫婦ですね、これ、司法と思ってください。私、司法ね、一般国民対一般国民で、例えば先ほどの、ね、追間性器官の事例でいけば、売り主、買い主というその間ですよね。 売り主、買い主の間という一般市民間での紛争、これを想定していると。これは私法と思ってください。で、まずはこの広報系、司法系と言ったりしますけどもね、えー、広報、まあ一応ね、えー、その、えー、国家権力対一般国民というね、えー、それを想定していると思っててください。はい。それに対して丸のに司法、私法ということでね、えー、ここは一般市民間でのまあ紛争を想定しているというね、えー、そんな感じでまあ大きく分けとけばいいかなと思います。 と同時にですね、ちょっとここから先皆さん学習していって、試験科目に関するところもね、えー、大事になってきますんで、ちょっとこれは早めにね、まあ、頭の片隅に入れてもらったら結構かなと思いますけれども、一応法の世界を系統別に分けると、こういう分類の仕方ができます。広報系の科目、民事系の科目、 刑事系の科目というふうにね、これから皆さん学習する7法あるんですけれども、主要7科目はこの3つに分けられます。で、ここでいう候補はまさにさっき言った候補と同じでしてね、一般国民対国家権力、これも想定してるわけですけれども、その中に入る科目が、憲法行政法になります。民事系は 民法、商法ですいませんちょっと長いんで民訴法をと略させてもらいます正式名称民事訴訟法ですけれどもねえー、ちょっと長いんで民訴法とはい民事系ということはこれまさに市民間の喧嘩これを想定していると思ってください一般市民間の喧嘩ですねえー、これを想定しているのが民事系とで皆さんの入門講座は民事系から始まるというねでこの民事系を抑えたものは司法試験を制します。 この民事系で得点できてる人はまず合格できてるね。えー、そういう感じになりますので、この民事系ね、私のクラスで大丈夫ですね。私のクラスの方は結構民事系得意にする方多くなりますんで、必然的にね、えー、皆さんまあね、ついてきてさえいただければ大丈夫かなというふうに思いますけれども、この民事系を得意にすれば、少子験のね、突破で非常にゴールが見えてくるという感じになってきます。はい。刑事系。こちらの方は勉強してて楽しいと思います。刑法と刑事訴訟法になりますけれども、 はい。まあ、刑事ドラマとかね、あるいは刑事漫画とか見るの好きな方ね、いると思います。まあ、僕自身もコナン好きですけどね。えー、コナン見たりとかね、あるいはこう、相棒見たりとかですね。えー、そんな感じでこうね、えー、刑事系のドラマですね。まあ、あると思います。それ結構ね、身近で、えー、分かりやすい科目が、この刑法刑事訴訟法です。で、えー、刑法刑事訴訟法に関しても、まあ、刑法の方をいかに突破するかですね。これがすごく大事だったりしますね。えー、刑法が分かっていれば刑訴法もまあ、比較的楽かなというね、えー、そんな感じでして、まあ、この7科目、ここからまね、勉強していきますけれども、 民、小、民訴、刑法。この頭4つですね。えー、この、順番で、まあ、勉強していくんですけども、この4科目目までですね。そこまでをしっかりと、こうね、得意にしていこうと。で、あとの3科目は差がつきません。ほとんど。刑訴法、憲法、行政法ね。ほとんど差がつきませんのでね。えー、差がつくのはこの頭でやる4科目で大丈夫です。ね。僕のクラスの方はもう基本的に民事系とか得意にしていく方が多くなるんでね。えー、それぐらい、まあ、民事系って楽しい科目なんでね、えー。そこ、ちゃんと当事者の紛争を想定して、 原告さん何言いたいかな相手方どんな反応したいかなとかね。その辺の主張反応をまあしっかりとね、練習していきますんで。まあそうそう、ね、えー、その、えー、ついていただければね、えー、大丈夫かなというふうには思っております。はい。ということでまあ法の主流に関するね、学習というかまあ一応ね、インプットをこの辺で終わりにしといてください。はい。カッコの1番ほっといてください。まあこんな長いことね、書いてありますけども、カッコの1番もバッテンでほっていただいて結構です。で、7ページのカッコ2、カッコ3全部ほっといてください。はい。えー、8ページまで行きましょう。 はい。えー、法の分類ということで、ちょっとね、えー、言葉の学習また続いていきますけれども、えー、実体法と手続き法というね、えー、そういう項目が上がっております。はい。えー、実体法、手続き法もね、えー、ちょっとまあ比較的早い段階で押さえていただけるといいかなと思うんですが、はい。まず作業だけしていきましょう。2番丸の1、解説式ちょっと入れておいてください。えー、実体法。えー、権利義務の変動、発生変更消滅の要件効果について定めた。で、次の行で法と。 はい。実体法ってのはまあ何ですかというと、まあ権利や義務の要件効果、これを定めたルールと、こうもとってください。が、まあ民法なんかが典型的な実体法でしてね、えー、当事者の立場で言いたいこととその条件ですね。これが書いてあるものが実体法というふうにもとってもらったら結構です。でも、まあ実際にね、先ほど売り主の追加請求の条文ですね。あ、買い主か。買い主の追加請求の条文ありましたけれども、売り主がじゃあ実際に直してくれなかったらどうします買ったパソコン。壊れてる。 なのに、売れ主が、いや、お前のせいだとか言って直してくれない。どうするとなると、裁判に訴えるという手続き取るしかないんですね。これ、えー、民事裁判、ね、えー、民事の民法ね、えー、条文ありますけれども、これで相手が応じてくれなかったらどうするかっていうと、次は手続き進めなきゃ仕方がないんですね。で、その手続きのルールが丸のにと、こう思ってください。はい、丸のに手続き法を返してくれといてください、えー。手続き法、権利義務の具体的な実現手続き定めた方と、 ということで、まあ一応相手がね、えー、応じてくれなかったらどうするっ裁判に訴えると。じゃあ裁判ってどういうことをしたらいいんですかというと、裁判所に紙を出して、で、えー、そうすると相手がまた反論書という紙を出してくるんでね、まあそろそろね、えー、オンライン化していくので、紙じゃなくなってくるね、可能性ありますが、今のところは紙でね、主張を出し、反論を出し、主張を出し、反論を出しを繰り返して最後判決までいくというふうなところがね、えー、これが民事訴訟だったりしますけれども、まあそういうね、実態法だけではやっぱりね、 これは紛争解決にならないんで、えー、紛争解決できない場合に最終的に 国家権力の助けを借りて解決する。これがまあ手続き法というね、そんな感じになっていきますね。はい。いうことでまあね、えー、まあ、皆さんもね、えー、今まで経験あるかもしれませんけどね、友達にお金貸したけど返してもらえない、どうする。ね。えー、その時、まあ、お金貸してくれ。かじゃ返してくれと言える実態法ではあるんですよ。実態法ではお金返してくれという権利はあるんだけど、相手が応じなかったらどうするかやったら、裁判に訴えるしかないと。ね、裁判でも相手が払わなかったらどうするか、差し押さえるしかないとかね。えー、そういうような感じで、まあ、いろんな手続きですね。えー、これは定めているのが手続き法というふうにもって くださいはい。ということで、まあ、これね、えー、民法と商法が実体法。で、手続き法、民事訴訟法ですね。えー、そんな関係だし、刑法と刑訴法もそういう関係です。刑法が実体法。で、刑事訴訟法が手続き法という感じになります。で、憲法はというと、ま、あ基本的に実体法です。で、行政法も実体法の部分がありますが、手続き法が一部混じってるというね、えー、そんな感じでして、まあ、これからやる皆さんの勉強はこの実体法と手続き法のどっちかだっていうね、え、そんな感じになってくるかなというふうに思って,ってください。はい。それぐらいでいいかなと思います。 はい。えー、横の3番続きですね。えー、ちょっと入っていきたいと思いますけれども。まあ、法の存在形式というね、えー、タイトルがちょっとわかりにくいんで、ここちょっとわかりやすく置き換えをね、えー、しといてもらったらいいかなと思います。はい。えー、ここの法の存在形式というふうに書いてありますけれども。はい。えー、法に含まれるものは何かと。 はい。法と一言で言いましたけども、その法というものに含まれるもの。何か。まだここだけじちょっとまだ見えてきにくいと思いますけれども、1番、タイトル、成分法と書いてありまして、これをチェック入れると少し分かりやすくなると思います。まず1番、タイトル、解説してくれといてください。成分法。で、次の行で、文書の形式を備えている法。ということで、要はこれ言い換えたら条文と思ってください。 法というものね。これから皆さん学習する法というものは何ですかって言うと、一言で言うと、成文法。言い換えたら条文です。なので、皆さんの勉強対象は、まず条文であるというふうに思ってください。もちろん、条文だけでは分かりにくいので、事例、想定してね。原告、被告の紛争を想定して、これは条文、どういう時に使うのかということまでね、A、セットでやりますけれども、この条文が、まずは法というものであると。なんだと思ってください。当たり前じゃないかと。で、この、条文。 必ず民法1回目から持ってきてください。で、えー、どんな条文がおすすめかということで、ここ縦の位置の中に、えっ、ー、と、最終段落ですね。入門受講生にはというところがありますので、ここに解説チェックよかったら入れといてください。はい、えー、チェック入れときます、えー。入門受講生には、小型の判例なしから非試験用がおすすめ。 ということで。はい。え、ちょっとまあ六法にはね、いろんな種類がありまして、え、僕が持ってるのこれ、判例六法と言います。で、これ僕、仕事上ですね、え、どうしてもこうね、え、条文と判、判例はですね、え、しっかりと参照しなきゃいけないというとこもあり、え、六法の中に条文と判例がセットになってます。え、先ほどの、ま例えばですね、え、まぁ、覚えなくても別にいい条文ではありますけれども、ま覚えなくていいってあか、怒られるな。え、先ほどの、え、飼い主の追加請求権というね、え、この六法、え、条文の後に何が書いてるかっいうと、いろんな判例が、 入ってるんですよ。で、これ判例が入ってると、まあ一応仕事上便利なんですが、勉強するときは条文引くのに時間がかかってめんどくさいです。例えばですけどね、709条という条文があるんですけども、これすごく大事な条文で見るんですけどね。はい、えー、700だけでこんだけページ食ってるというね、えー、想像できると思うんですけれども、709条という条文、めちゃくちゃよく使う条文なんですが、この条文の後に判例が、 1>, 1枚、2枚、3枚、4枚、5枚、6枚、7枚、あねえー、7ページ分判例が入っているという,、ねえー、そういうことで引くのに時間がかかります。 で、引くのに時間かかるのは別居時間としてはもったいないんでね。なので、皆さん、まずは判例なしの六歩ですね。これを、まずは買うようにしてみてください。あのー、えー、血の国屋とか行けばですね、えっ、ー、と、あれだ、デイリー六歩とか、コンパクト六歩とかね、えー、いろんな六歩ありますけれども、えー、とにかく、ま、判例なしの薄いので大丈夫ですので、えー、それをまずはね、ちょっと買い揃えるという感じにしてみてください。まあ、ああの、僕個人としては阪神ファンなので、デイリーですね。えー、デイリー、そうですね。えー、阪神のね、記事を抜けてますけどね、えー、デイリー六歩とかね、よう使ってましたけれども、まあ、別にそこは、あの、強制じゃないので、えー、好きなね、六歩、 使っってもらったらたそれでいいかなとは思います。ま、はい、で、あとですけれども、えー、この、えー、判例なし、非試験用って書いてますが、この非試験用って何かっていうと、これ、試験用六本っていうのまた売ってたりします。司法試験用六本っていうね、えー、それ売ってるんですが、 こんな分厚くてね。そんなん1年目からもっちゃ歩きに不便ですので。なので最初はもうコンパクトなね、そういう薄めの六歩でいいよと。いうふうに思ってください。で、最近ですね、あの、ちょっとまあ受講生の中にもね、あの、いるんですけれども、あの、紙じゃなくてデータで持ってる人ですね、いるんですよ。えー、例えばこうね、スマホで条文引いたりとかね、えー、そういうのする人いるんですが、書き込みできないんでね。 スマホでやるとね。あの、条文にはやっぱり1年目どんどん書き込んで覚えていくというね。えー、そういうのをやっていただいた方が定着も早くなってくるんで。なので、やはりね、紙媒体で持っておくというふうにしておいていただく方がね、ちょっとアナログでね、嫌だなと思うかもしれませんが、えー、その勉強の方がおそらく頭の定着とかね、非常にしやすくなると思いますんで、ちょっと6本はちゃんと買うというね、えー、そんな感じにしておいてください。で、もうこれは1年目専用と思ってください。えー、4行目。その段落の4行目もちょっと解説してくれちゃいますね。えー、新年度版が出るたび、適時に買い替えるべきと。 いうことで、これ、毎年法改正があります。えー、とりわけ、近年ですね、法改正が頻繁に行われますんでね。えー、なので、そういう意味で、ちょっと新しいの買わないと、えー、以前の方6法で勉強なんてね、えー、それはちょっといけないので、やっぱここは、あの、常に新しく買い替えと、いうふうにしていただく方がいいですね。特に変更が大きいのは、商法ですね。えー、それと、えー、ここから先大きく変わってくるだろうっていうのは、民事訴訟法ですね。えー、商法と民事訴訟が結構大きくね、変わる可能性がありますんで、なので、新年度出たら、やっぱ新しくね、買い替えていただくと、えー、書き込んだものが無駄になるじゃんかと。まあ、それはいいんですね。ねね年目の、ね思い

ということで、まあ、条文の学習だよというね、えー、ここからは先ね、えー、しっかりと条文ちょっと引くよ。一緒にね、えー、ちゃんと引いていきますんで、えー、そこはね、えー、条文何条引いてくださいという時にちゃんとね、6を引いて、えー、そこを見ながら学習するという感じにしてもらえたら嬉しいです。はい。と同時に、えー、条文にはないルール、法というのがありまして、これが2番、不分法というふうなこういう言い方をしていきます。で、この不分法の典型はというと、上から4行目ですね、2文字にチェック入れてください。判例。 不文法の4行目、判例法とありますが、その判例法の判例だけし、ね、てくれ入いてください。条文の次に大事なのは何かちょっと判例でしてね。この判例って何ですかというと、横の4番に続きありまして、はい、9ページ横の4番、この判例のお話の続きと思ってください。横4縦1なんですけれども、えー、ここ裁判所があって書いてありますけども、そこの頭にこれを入れといてください。最高裁判所というふうに直しておいてください。 横4縦1ね。最高裁判所。裁判所には最高裁判所を頂点にしまして、ね、高等裁判所とか、下級裁判所、地方裁判所とか、簡易裁判所とか、いろいろありますけれども、判例、毎日のように裁判例は出てます。けども、その中でも特に大事な最高裁で出たものだけを、まあ、 不分法としてしっかりと押さえていくという感じで結構です。はい。ということで、まあ、最高書き加えて解説していくつと言っていてください。え最、ー、高裁判所が裁判によって示した解釈で実務では最も権威があると。はい。横4縦1ね。そこに返してくれていてください。で、法律の学習をするにあたって判例は重視しなければならない。 ということで、まあ、よくね、えー、これは司法試験の受験生で陥りがちなところがあるんですけどね、えー、法学部で勉強したことのある方ね、えー、これ結験あると思うんですけども、あのー、結構ね、えー、法学部の学習中のは、学者さんの立場ですね。A 説、B 説、C 説とか、いろんな学説を勉強するということが、まあ、学、あの、大学とかでは多くなるんですけども、正直申し上げて、司法試験の世界では逆でしてね、判例こそ大事だと。ね、判例は神。 学説はゴミっていうね。それぐらい言ったりするんですよ。それぐらいに学説はどうでもいいというところが、まあ実際、司法試験のね、えー、実情でありまして。なので、まずは判例と。1に条文、2に判例、3詞がなくて5に学説ぐらいね。それぐらいの勢いですんでね。なので、もう学説ではもうね、条文もない、判例もないというところでは意味がありますよ。意味がありますけども、それ以外のところではまあはっきり言ってどうでもいいというね。えー、そういうところで優先地位極めて低い、ね。えー、これが学説だというふうにもとってください。はい。で、えー、一応その下米印のところに飛んでいきますけれども。 はい。なおのところ。なおの後半に解説チクを入れておいてください、えー。最高裁判所もしくは、戦前の大真意が示した判断のみを判例と。こういうのが正確な言い回しです。はい。一応ね。 最高裁判所出来上がったのは昭和20年でしたね、えー、戦争で負けてからね、最高裁判所になりました。それまでは大審院というね、えー、そういう存在がありました。で、えっ、ー、と、民法とか刑法古いね、えー、判例は結構大審院の時代のね、判例があったりしますが、それも一部、えー、皆さんね、読んでいただくことになりますが、とっても読みにくいです。大審院の時代はカタカナだったんでね、えー、なので非常に読みにくいね、えー、古文を読んでるみたいなね、そんな感じになってきますけれども、まあそれも少し見る感じですね。まあ、 判例見ればもう十分ね、それぐらいです。大臣の判例で参照するのはそれぐらいですので。まあ、はっきり言ってほぼほぼね、最高裁判所ということで、まあ、ひらがな書きになってるね、え、そういう判例になってるかなと思ってください。はい、ちなみに判例については、あの判例百選というのを聞いたことあると思いますが。百選買うべきですかという質問をよく聞きます。で、え、百選結論から申し上げると、あの科目によって買ってもいいかなというふうに思っております。えー、判例百選ってね、え、百って名前ついてますけども、実際に入ってるのは二百三百買ったりしますんでね。えー、なので、え、百選っていうのは、まあ、あれはね、昔の、ね、え、百に選んで。 え、ね、その時代の、まあ、名残でありますけれども、えー、あの100選、中身何が書いてあるかっいうと、判例の事例と、判事ということで、まあ最高裁判所のね、えー、示した、まあ一応判断ですね。それだけだったらいいんですが、その後ろに細かい字で解説が書いてます。で、その解説誰が書いてるかっいうと、学説です。なので、まあはっきり言ってゴミですね。えー、なので、判例に、 だけをね、えー、見るんだったらまあ意味があるんだけども、その後の解説部分ですね、これ読むとカオスなのでね、えー、そこを学習してしまうと非常に、まあ、なんていうかな、学習効率が落ちるね。ね、えー、そういうことになりまして、100選は基本的になくても大丈夫。こもってください。ただし、科目によってはあった方がいいっていうのがあります。何かというと、判例がすごく大事になるのが科目3つありまして、刑事訴訟法。 憲法、行政法。これがものすごくね、判例が大事なので、この3科目はあってもいいかもしれません。けども、それ以外のところですね、ほぼほぼ条文が解決してくれてますんでね、えー、しかもまあ条文と判例がたくさんありますので、えー、そこはまあテキストでもちゃんと補えますんで、えー、その限度で押さえてもらったら結構よ、というふうに思ってください。なのでまあ100歳まあ買いたい方はね、買っても結構ですけれども、まああったらいいなというのは刑事訴訟法の後、ね、刑事訴訟法、憲法、行政法ぐらいかなというね、そんな感じですね。えー、それ以外の科目はまあ、あの揃えたい方はもちろんね、揃えてもらっても結構です。 ですがまあどうでもいいものも多かったりしますんでそこはねちょっとこうメリハリつけなきゃいかんかなとまあ、個人的には民装法もあってもいいかもなって気はしてますけどもね、えー、民訴法を見ても難しいんでね、えー、なのでまあ100点で見る気ないからねな,なかなかね、えー、見る気にならないなっていうのがね民装法の100選かなと思いますまああの民装法もね、えー、あったらいいなぐらいの程度でねマストじゃないよというふうにもとってくださいはいその下の2番ほっといてください3番ほっといてください でちなみに、えー、もう1回、判例のところを戻ります、9ページ。はいえー、判例というのは、これは実際に裁判が起きております。はいえー、9ページの横の4番、もう1回戻りますけどもね、えー、判例、必ず紛争がありまして、紛争があるということは、事例があると思ってください。で事例があるということは、これ、どういうことかというと、練習問題にも使えるという感じになります。 で、えー、これから皆さんね、えー、判例を、えー、ちょっと入門速報入ればね、えー、テキストに判例が載ってますんで、テキストに載ってる判例の使い方として、練習問題として使うという、そのやり方があるよと、これちょっとね、頭の片隅に入れておいてください。えー、判例の時代見て、あ、これ原告さん何言いたいかな、これ考えてみてね。で、あ、この言いたいこと、あ、できるできるというふうに判断していく。あるいは次、被告の反論どうかなと。 ああ、被告の反応こんなん言いたいかなあ、言えそうかなあ、ちょっと無理だなとかね。そういう練習問題になりますので、ここの判例の使い方としましてはね、事案があるので、事例問題と思ってね。 練習問題と思って使う、ね、そのやり方はあるかなと思います。まあ、あのテキストにね、えー、一応も練習問題用のね、チェックなんかも入れたりしますんで、えー、そこの練習問題入れたやつなんかはね、そういうまあ事例問題として使う。まあ、入れなくてもね、事例として使っていただいてももちろん結構ですので、とにかくま、判例というのはそういう使い方があるというね、そういう使い方をしていただけると嬉しいです。はい、10ページ行きましょう。はい、10ページに全体バッテンで結構です。もうほっといてくださいね。えー、このみんな買った扱いで結構です。 はい。で、11ページ行きますと、学説書いてあります。まあ、ゴミですね。え、ゴミって怒られるけどね。え、とりあえずまあ学説いろいろとありますけれども、せいぜい見てもいいかなっていうのは一番通説と言われるやつです。で、通説はほぼほぼ判例と一致します。判例通説というね、そんな言い方しますんで、まあこの学説の中でも参照するとしたら、まあせいぜい通説と言われてる。 で、2番の多数説。まあ、通説はもうほぼ圧倒的大多数なんですけどね。えー、多数説は相対的に多数みたいな。そんなぐらい。まあ、全然そんな区別しなくて結構です。ね、通説多数説ね。まあどうも、ほぼほぼ一緒と戻ってください。で、学習するんだったらもうせいぜい、通説多数説まで。 その下の有力説、少数説まで行くと、もうはっきり言ってカオスです。とかもうゴミですね。えー、なので、えそんなね、えものに力を注ぐのとはもうね、どうでもいいと。まあ、学者さんはプライドがありますので、ね、自分で一人説を備えるという人も結構いらっしゃいますけれどもね、えー、勝手に言っとけというのをに思ってくださいね。えー、そういったね、え学説にお付き合いする人は全然ありませんので、必要に応じて触れるかもしれませんけれども、えー、その必要に応じて触れれば結構なのが有力説、少数説ということで、もうほとんど見なくてもいいかなと。ただし、科目によっては、 論理的な一貫性が要求される科目が二つあります。皆さんにね。えー、一つ何かというと、商法の中にある手形法と言われるエリアですね。えー、ここは非常に論理的な思考が要求されまして、たまに少数説に立たなければ論理的に考えられないというところがあったりします。そこはもう仕方がないと割り切ってください。あともう一個は、刑法です。刑法も論理的にやらなきゃいけないという科目が非常に強いね、論理性の強い科目でして、そこでも、 もしかすると少数説の方に立たないと仕方がないというね、え、場面が来るかもしれません。でも、せいぜいそれぐらいということでね、あまり深入りしないようにしておいてください。はい、学説についての扱い以上です、ね。えー、皆さんからするとええー、と思うかもしれませんけども、非常にね、え、僕なんかね、え、授業のやり方は学者さんに嫌われるやり方ですね。学説どうでもいいとかね、そんなこと言ったらね、え、学者さんの仕事をね、否定してるみたいな感じになっちゃうんでね、あまりこうね、え、学者さん受けは良くはないですけれども、まあ、とりあえず学説の扱いはそんな感じで重視しないという感じにしておいてください。 さあ、条文の読み方についてちょっとね、えー、豆、まあ、知識入れていきましょう。11ページ、第2節のところで、えー、条文の読み方と書いてあります。まあ、そのうち慣れるかなと思うんですけどもね、えー、条文には何条とか何個とか何号とかね、えー、いろんなこうね、え、読み方、本文、正し書きとか、その辺がありまして、その辺のちょっとこうね、情報の整理、いうのを横の一番のところでしてもらえたらいいかなと思います。はい、ということで、まあ、11ページですね、ね横の一のうち、えー、まず縦一に飛んでいってください。えー、カッコのですね、えー、ここから解説チェックつぶりといてください。えー、 こう、ごう、と。いうことで、何条というのは、ま、この条はね、えー、文で、ま、そのね、えー、書いてあるので分かりやすいかなと思います。はい、ちょっとまあね、えー、引いていきますけれども。よいしょ。えー、民法の条文で、まあ、415条とかありますけどね。この条ね。えー、ま、要はまとまりですね。えー、文の一つのまとまり、大きなまとまりを条というふうに言っていきます。で、その中の、 1>, 1項、2項という感じで、段落と思ってください。項と来てるのは段落というふうに思とてもらったら結構です。1項、2項ね。415条には1項、2項という感じでね。その大きなまとまりの中にさらに2つのブロックに分かれると。で、さらに2項も見ると、項の中にさらに小項目で分かれます。これが5という感じで言っていきますね。なので、大項目、中項目、小項目ぐらいの、そんな感じの分類だと、こうもとってください。いいですかね。で、段落、 の中にこの五入っているとき五の方はだいたい過剰書きです。で、えー、5の方は過剰書きだったりすることが多いので、まあそれでもね、わ、えー、かるかなと思いますが、とにかくま,あまとまりごとにそういうふうに読んでいくというふうに思ってください。大きなまとまりで上。ね、その中の段落分けでこう。段落の中にさらに小分けしているのが5とね、えー、そういうば一応関係性だと思ってください。はい、もうそれぐらいで結構です。次のページ行きまして12ページ。 はい。12ページのカッコの2番、飛んでいただいたら結構かなと思います。カッコの2番、上文の中には本文正し書きっちゅうね。そういうふうに読み分けるところが出てきまして、これもちょっと解説してくれと言ってください。本文正し書き。はい。ということで、まあこれも先ほどの415条実はそうなってましてね。415条を見ますと、こんなうに書いてます。債務者がその債務の本心したかったり、利効しないとき、または債務の利行が不能であるときは、債権者はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。 ただしと書いてましてね。ただしって書いてあるところ以降が正し書きというふうに言っていきます。で、その前の方を本文というふうに言っていきます。一応本文正し書きの時には、まずは本文の方から読んでいく。で、この本文正し書きの関係ですけれども、本文が一方当事者の主張になってます。だいたいね。で、これ、えー、契約違反を想定しますけどね。415条。 債務者が債務の履行に、えー、しないときなんでまあ、要は契約破ったねその時に損害賠償を請求できるねこれがま415条書いてるんですが、この損害賠償を請求する側の主張が本文で、但し書きはというと相手の反論になってます。正し書きということで、ただし債務の不履行がまあ、ちょっと飛びますが。 債務者の攻めに行きすることができない人によるものであるときはこの限りないというふうに書いてまして。要はね、えー、お前損害賠償せい言われたら、いや、私のせいじゃないというね、えー、そういう反論ができるというのがこの正し書きやったりします。そういうふうにね、主張反論で、まあ一応できてくる感じになりますんで、本文は一応一方の主張。で、たし書きは相手の反論になっていることがね、多いかなと思っていただくといいでしょう。はい。で、大体はまあね、原則例外というね、そういう読み方もできますんで、4行目も合わせて解説してくれちゃったらいいかなとは思います。えー、たし書きは、 文章に対する例外述べると、まあ、本文が一方の書で正しい書きが相手の反論というね、そういう感じになっていくことが多いですのでね、そういう意識もね持っとくとなおいいかなとは思います。はい、さらに、えー、段落条文の中にはすごくね大きく分かれるところもありまして、カッコの3前段後段とかいうねそういう風な感じになりますが、カッコの3番これは後の中に。 二分に分かれてるとかいうことが起こったりします。これを合わせて貸してくれとってください。えー、ある条文の中の、項の中の文章が二つに区切られてる場合、前の文章を前段と言い、後ろの文章を後段と言うと。いうことで、まあその下にエグザンプルで憲法二1一条書いてましてね、えー、ここに書いてある内容を見ると、検閲はこれをしてはならない。で、通信の秘密はこれを犯してはならないと、二つの文章に成り立ってるでしょ。で、二つの文章に成り立ってる時の前の方を前段。 後ろの方を後段というふうに言っていったりしますが、二つの文章になってないこともたまにありますね。えー、なんかこうね、点、苦闘点でね、えー、点で打っててね、えー、それでまあ前段後段と読み分けするということもありますけれども、とにかくね、文章の前半の方前段、後ろの方を後段というふうに言っていくと思っておいてください。これ本文正し書きと違いまして、正しの文字が使われてないからね。 ただしが使われたら、まあ、ただしがきっと読んでいただいたらいいかなと思いますが、ただしで繋がってなければ、これはまあね、並列だということで、前段後段というふうに思ってもらったらいいと思います。はい。えその下の2番、条文の構造と書いてますけれども、ここはもう読まなくていいかなというね、そんな感じでして、えちょっとここは、版書というか、まあ、テキストもね、ありますんで、そこにちょっと書き込んでもらおうかなと思います。 はい。えー、テキスト13ページ見ていただきますと、まあ、要件効果というね、えー、それ書いてあるものがありますけれども、ここにちょっといろいろと書き足ししていきましょうかね。えー、これ、えー、条文なんですけれども、709と書いておきます。民法709という条文です。で、この民法709の条文、まあ、もちろん要件効果書いてるんですけれども、効果が、まあ、賠償と書いてますが、賠償請求、SK と略します。請求ね、SK と書いておいてください。 賠償請求できるってのが7 0九条の効果でして。例えば、ねえー、人に殴られたと。殴られた、痛い。医者料払えとかですね。そんな感じのこう、請求権、ね、書いてあるのがこの7 0九条の効果です。で、それが認められるための要件なんですけども、2番は消しときましょう。はい。3番も消しときましょう。で、1に、故意または過失による行為というふうに修正入れといてもらえるといいです。 はい民法709条なんですけども効果は賠償請求できるで賠償請求するための要件必要条件ねこれが左の方で故意過失による行為損害因果関係というふうにね言ってたりしますけれどもこれらが揃えれば賠償請求できるという関係になりますはい条文課というのはこの要件効果だよというねそういうところであるんですけどもただ 条文学習する際には、この要件効果だけではなく、この点にも着目していただけるといいです。何かと言いますと、条文作られた理由、これを趣旨というふうに言っていきます。で、趣旨は考えたらまあなんとなく出てくるんですけども、ちょっと皆さん練習しましょうか。この790何のために作ったでしょう何のためって言うと、わかりにくいかもしれませんが、誰を守るために作ったか。 というと、おそらくですが、これ、被害者を守るため。ね。被害者になった人に、その賠償請求権を与えることで、被害の回復を図ってもらおうというね。えー、そういう被害者の救済。これが、まず趣旨に入ってくると思ってください。作られた理由。これを趣旨と言いますけれども。はい。被害者の救済。これが趣旨だよと思ってください。けれども、実は、条文作るに、一個ではないことがあります。理由が。 で、この条文も実はそうでして。単に被害者救済するだけでは説明がつかない条文の要件が実はこれでしてね。因果関係を要求するということは、 生じた損害全部を賠償させるわけではないということになります。例えばですね、えー、殴られました。殴られて病院に行きました。で、病院の治療費。まあ、これは因果関係あるかなというふうに言われますけども、えー殴、殴られました。病院行きました。あ、ついでに痔の治療もしとこうとかですね。え、その痔の治療費とかですよ。因果関係ないでしょ、というふうなところになってきてね。えー、全部の賠償をさせるわけではない。無関係なものは賠償させないというね。これが因果関係でして、これは誰のためかというと、加害者側の利益ですね。 被害者の過剰な負担、これを避けるためにもあると。はいまあ、これは損害の公平な分担とかいう専門用語で、まあ、皆さんには民法で学習していただきますけれども、今のところはもうざっくりと、ふわっとで結構です。被害者を救済するだけではなくって 加害者の過剰な負担を避けるというのも、まあ目的に入ってくるよと。そういうふうに趣旨ですね。え、ちゃんと条文ばがしするときには、趣旨にも着目してください。で、趣旨を理解すると、条文の読み方がよくわかります。加害者の過剰な負担を避けるという趣旨が入ってくるんで、なので、例えばですけれども、因果関係というところですね。え、そこについてはどう考えるかというと、加害者から見ても予想できる。 損害に限定しましょうとかですね。そんな感じの解釈が出てきたりするんですけれども、そういうふうに実は趣旨から条文の読み方に影響がすることが多いのでね。えー、なので、まあ、ここは趣旨も一緒に見ときましょうというね。えー、そういうふうに学習いただけるといいでしょう。なので、ま、ここから先の学習内容ですね。えー、条文の学習ではあるんですけども、条文の何を学習するかっいうと、趣旨要件効果。ここになります。条文の趣旨要件効果。で、あと、具体的な事例ですね。これも念頭に置くといいです。 具体的な事例を持って、あ、こういう時に使うんだな、ね。えー、この正し書きはこういう反論の時に使うんだな、とかね。えー、そういうのを主張反論でね、えー、えていくというのができれば、なんか知らんけど論文を書けるようになってます。 いいですかね。実はこの勉強がそのまま論文に行きますんでね。えー、原告さん何言いたいですかそこから考えて。で、できるかどうか考えて。で、次、被告さんどんな反論したいですかで、できるかどうか考えて。というふうに。まあ、ここですね。実はこの考え方そのものが論文の考え方につながってくるんでね。なので、知らないうちに、あ、論文書けたわ。とね。え、そんなふになってる時期がやがてくるんじゃないかなというね。え、そういうふうに思っております。はい。さあ、そんなところで13ページ終わっておきましょう。 はい。えー、3番のところで条文の性格と書いてありますけども、まあ、ちょっと早いかなと気もしますが、えー、条文の文の字がまだ間違ってるね。これね、条文の文が、えー、と、分けるようになってますが、文章の文に直しておいてください。<laughs> はい。で、この条文なんですけども、大きく、まあ、2種類に分けられるというふうに思っていただくといいです。で、えー、下の方にチョボがありまして、 強行法規と任意法規という言い方をします。えー、まず強行法規の方に返し口く入ちょっとておいてください。えー、強行法規ってのは、その条文の要件効果の通りに適用されると。で、これに反する当事者の契約は無効。ということで、この強行法規と言われるものは、これはその通りに適用する。ね。修正許さない。こういうようなものが強行法規と思ってください。まあ、例えば殺人罪の刑法の条文とかね、これも強行法規です。ね。人を殺した。 ものは、死刑無期、5年以上の有期中堅処数とって書いてるんですけども、こうね、人を殺したなのに罰金で終わらせるとかね、これ絶対あったらあかんということになってくるわけね。いいですかね。この条文の通りに適用するというね、これが強行法規だと思ってください。それに対して、条文はあくまでも参照に過ぎないというのが任意法規と言われるものでして、はい、任意法規、5行、下から2行目にでも解始口を入れておいてください。え、当事者が異なる要件効果を定めた契約した場合にはそちらの方が優先。で、これ、ほぼ、民事系はこれです。 民事系科目、民法、商法ね、特にこれが多いです。なので、あくまでも条文あれば条文使いますけども、特約があれば特約優先でしたね、契約で定めたものがさらに優先するんで、まずは契約。 契約なければ条文というね。そんな感じの順番使い方ね。契約がまずは大事。次に条文。条文なければ次判例。で、判例の次はちょっと,としばらく飛んでガム学説と。そんな感じになってくるね。とりあえずまあ優先順位としましては、特約があれば特約優先。で、次に条文。で、判例。 学説と。まあ、こんな順番でね、優先順位が決まってくるというふうに思ってください。はい。そんなところでいいでしょう。はい。14ページ行きまして、これは放っておいてもらったらいいかなと思いますね。取締法規も気にしないでください。はい。あとはちょっとね、条文の読み方に関する注意事項、さらに追加がありまして、横の2番ですね。またはともしくは、これ厳密に使われておりますんでね。またはもしくはですね、ちょっとここは1番のところに、タイトルと、エグザンプルに解説してくれち,ょっと入れちゃいましょう。はい。横の2番、縦の1、タイトル、解説してくれといてください。またはともしくは、 はい。これはどういうことですかと、エグザンプルで言っていてください。人を殺した者は、死刑、または無期、もしくは5年以上の懲役に処する。という風うに書いてます。そこにもうざっと返してくれちゃってください。これ刑法の199条もそのまんまではあるんですけれども、はい。ここの、または、もしくは2箇所出てきてますね。いいですかね。死刑、または、無期、もしくは5年以上。とね、えー、オアの意味がありますが、このオアの意味にはちょっと使い分けがあります。 単に並列してるだけではありません。これ、死刑っていうのは、懲役じゃないです。死刑ってのは要はもうね、犯罪者そのものを殺してしまえ、みたいな、そんな感じですのでね。えー、懲役懲らしめでありますんでね。えー、なのでこれ、死刑、または、抜きもしかご年長の懲役、という読み方をしてください。いいですかねこのまたはたの大きな、オアと思ってください。大項目同士をくっつけてる、これがオアまたは、と思ってください。だからこれね、死刑、または、 向きは5年以上のチャキってね。こういう風な読み方をしなきゃいけないと。いいですかね。大きなものをくぐってるのがまたは。で、その大きなものの中にさらにオアが入ってくると、もしくは使う。ね。向きもしくは5年以上。懲役の中のこのオアですね。いいですかね。だからまあそこの大項目または。で、小項目がオアと。あ、もしくはと。こう思ってください。ね。どちらもオアの意味ではありますけれども、またはの方が大きなまとまり。というね、えー。そう思っていただけるといいかなと思います。はい。それと同じなのが、アンドになる2番。 および、並びにでありまして。はい。これも、および、並びにですね、えー。タイトルチェック入れて、エグザンプルにチェック入れちゃいましょう。はい。およびと、それから、並びに。で、エグザンプルです。取締役は、法令および定款並びに、株主総会の決議を遵守。と書いてありますけども、これ、並びにの方が大項目と思ってください。だから、法令定款並びに、決議を遵守。という、そんな感じです。で、法令を、 定款という証項目になっていると、あ、ほら、法令と定款というね、あのですね。え、そういう証項目になっているよと思ってください。 はい。ということで、まあ読み方ですね。まあ特に注意いるのは一番の方かなと思いますね。えー、ンドの方は分かりやすいんでね。えー、ンドの方はどうせンドだから同じですね。ンドにンド重ねたら、まあ要は全部守らなきゃいけないということなんで、それでいいんですけども、オアの時ですね、えー、それどっちなんだというところを読み間違えるとね、えー、これ限定になりますんでね。限定が論文で書く時もですね、このオアになってるね、またはになっている時には、どの部分使うのか、またはの前を使うのか、後ろを使うのかね、これちゃんと示さないといけないということになりまして、えー、そういう意味でこのまたはの方が読み方注意というね、えー、そう思っていただけるといいかなと思います。 はい。え、3四、5 6気にしないでください。はい。え、その下3四、5 6気にしないっていことでほっとく。もう待ってんでもいい。え、そんな感じかなと思います。 はい。ということで、まあね、法律学に関する、まあちょっとした、ね、基本的なところですね、ここをまあやってきているわけですけども、まあ一応前半のほぼほぼ最後になるようなところ、これが15ページのところかなとは思います。はい。まあ条文の解釈とリーガルマインドというね、そんなタイトルがついてありますけれども、まあ要はこの第3節ね、法っていうのをね、まあ、マスターしたってのはどういうことかってね、そんな感じの内容でありまして、まあ第3節ね、法をマスターしたというのはどういうことか、ね、それに関する内容が書いてあると思っていただけるといいです。なのでまあちょっとわかりにくいと思うんでね、ちょっとバ書します。 はい法をマスターするとはどういうことか実はこれがまあ入門講座の目標ではあるんですけれども 一言で言うと、マスターしたってどういうことですかって言うと、基本的な事例に、法を正しく使いこなせると。これがまず、大事な目標だと思ってください。応用事例になったら、多少のミスが起きても仕方がないんでね。基本事例で正しく、というね。ここをまずは、優先順位高く持っといてください。 ま、入門構造で扱うのも結構ね、難易度の高いものも入ってきますけども、ま、入門構造で扱うのはまだ基本に入ってくるというふうに思っておいてください。若干難易度高いのもありますけれどもね、まだまだ基本であると。で、これが結局は、 実務放送に求められる最低限と、まあ、検察官、裁判官、弁護士という仕事がありますけれどもこれ実務放送と言っていきます実務放送求められるのは何かというともう基本事例で正しく使えるのは当たり前として応用的な事例がたくさん出るんで、ね、もう紛争ってにケースごとに違います。 ケースごとに事案が変わりますんでね。えっ、ー、と、これではどうしたらいいのかなとかのもう結構頭使うことが結構ね、あるんですけれども、そのための最低限が一応入門講座でマスターできたらいいかなと。で、まあ、最低限とは言いますけれども、これやるだけでも合格ライン入りますんでね。えー、なので、この基本的な事例に法を正しく使いこなせるね。えー、これがあれば、ほんまに小試験のね、予備試験もね、一発合格まで近づくというようなところでありまして、とにかくもうね、基本的な事例を想定して、で、あとは正しく使うというね、これをやっていただけるといいかなと思います。 で、その際なんですけどね、使いこなす。はい。条文に書いてあるのは日本語で書いてあるんですけれども、その日本語日本権打倒するかどうかというね、そこは結構判断が困ることがあったりします。その時に横の一番、法解釈、解釈というね、えー、これをやっていきます。はい。例えばですけれども、はい。415-709で,でいこうかな。えー、民法709がわかりやすいので、 はい、えー、709、条文ここ引きますけれども、あ、出しますけれども、濃い過失によってという言葉が書いてますね。濃い過失って何ですか濃いってなんかわざとみたいな日本語的な感じですね。で、過失ってなんかうっかりみたいなね。そんな感じのこう日本語的な五感があると思いますけれども、ここ、正しく解釈する必要があります。 また、これはね、民法の入門口座入ったらね、チェックを入れますけれども、恋とは何ですかというと、損害が発生することを予見しながらね、それでも構わないと思った心理状態とかね、そんな感じでこうね、正確に言います。で、過失はというと、注意義務違反とかね、そんな感じでこうね、チェックを入れていきますんで、ここ、正しく解釈するというところが必要になります。で、この解釈なんですけれども、横一番ですね、法解釈の基礎知識とありますけれども、縦の一番をほっといてもらって、また後々のでこもらったら、まあ結構かなと思いますが、はい、解釈する際ですね、 え大事になってくるところなんですけれども、2番、ちょっとこれは後に回します。で、3番ですね、解釈の種類と書いてありますけれども、はい、3番、括弧の1の中の、 下から二行目に解説チェックをちょっと入れておいてください。16ページ一番下から二行目です。そこにしてくれといてください。えー、条文の文言、要件効果は、立法趣旨に合致するよう解釈されなければならない。ということで、まあ、条文ですね。読むときにはちゃんと趣旨ですね。えー、そこに適合するように読み分けていくというふうにしなきゃいけないと。そこね、えー、意識しておいてください。で、その際に、えー、やる内容ですけども、17ページのカッコの2番をほっといてください。えー、バッテンでもいいです。で、カッコ3、解釈の種類とありますけれども、まず素直に、 カッコの 3A ですね。カッコの A に返してくれちゃってください。分離解釈。言葉の通常の意味に従ってそのまま理解。 今言った濃い過失っていうところですね。えー、これは日本語の意味を通常の意味通りに毎応解釈しているような感じですね。えー、注意義務違反過失とね、やりましたけども、ここはもうね、えー、実は分離解釈だというふうにね、言われたりするところではあります。はい。で、それ以外に、目的論的解釈とありますが、こちらが結構ね、よく使います。はい。こちらもやね。こちらもよく使いまして、この B ですね。えー、これも、えっ、ー、と、タイトルはね、結構なんで、点々の後にしてくれおいてください。立法趣旨、立法目的に従って、要件、 を解釈すると。で、事実は消しといてください。要件事実という言い方はね、えー、これは厳密な言葉遣いがありますので、今回要件というふうにしておいた方がいいです。はい。立法趣旨に従って考えていくというところで、はい。えー、ちょっとここはですね、えー、まあ、また民法でしっかりやる予定ではありますけども、はい。711条という条文をちょっと引いてみます。ここね、映、えー、しますけれども、これ何て書いてるかというと、他人の生命侵害した者は、 被害者の父母、配偶者、子に対しては、財産権侵害されてなかった場合でも、損害賠償しなければならないと。ということで、人を死なせた場合ですね。えー、死なせちゃった場合、やっぱ家族悲しみますからね。悲しむ家族のために遺写料を払いなさいっていう、これが711条の条文です。で、ここに書いてあるのが、父母、配偶者、子と書いてあるでしょ。いいですかね。父母、配偶者、子。あれ恋人入らないのどうするのあるいは、恋人を一歩超えて、事実婚状態、どうするの,るするのと。 このあたりを趣旨に従って解釈していくと。そんな感じになります。ね。まあ、基本的にここね、時、えーえー、事実婚であれば、基本的に711条を使えるというね、そんなふうにまあ解釈していったりしますね、えー。ここ趣旨に従って考えていくというね、えー、そういうやり方をするようなところであったりします。はい。 趣旨目的に従ってというね。えー、これ家族悲しむからね。えー、通常悲しむ家族ね。えー、そのための、ま、一応条文であるというようなところからして、まあ、事実上家族と言えるような人ですね。えー、それは711度使っていいんじゃないかとかね。えー、そんなふうにしていきます。はい。それによく似ていますけれども、次のページ、18ページ。はい。えー、カの F。はい。えー、カの F。はい。類推解釈というふうに書いてますが、これ今さっきやった類推解釈に近いかなっていうところありますけどね。えー、それはカッの F もざっとしてくれておいてください。えー、類推解釈。 え、事実 A についてのみ規定がある場合に A に類似するが条文で定められてない事実 B についてその定めと同様の結論を認めること。ということで、まあ今、今やったね、え、母配偶者ーと書いてあったけども、その配偶者に事実婚を入れるかどうか、これ事実婚は書いてないからね、え、事実婚、まあ実質的には類推したと。 事実婚にも類推したと。いうような感じですね。はい。まあ、ここちょっともうもっと分かりやすいね、えー、例あげるならば、あのー、マンションなんかではね、えー、管理規約というのがありまして、犬や猫飼ってはならないとか、こんな規約があることあるんですよ。で、犬、猫飼ってはいけないという、まあ、ここをね、えー、規約書いてるけども、トカゲどうするトカゲもダメっとするのが類推解釈ですね。 言ってしまうよね。トカゲもダメと。ね、別にいいじゃないか、トカゲぐらいとね、え、音出すわけじゃないんだしとね、思うんだけども。まあそういうふうにやるのが類推解釈です。それに対して逆になるのが、ちょっと次、前の方戻りますけれども。はい、17ページの過去の C。反対解釈。これもできます。これもちょっと解説的ね、過去の C 入れておいてください。え、反対解釈。で、行の後ろの方で A に類似するが条文に定められてない事実 b について、その定めと反対の結論を認めること。なんか、犬猫禁止と書いてある。 ってことは、トカゲは入ってないから、トカゲは OK だと読む。これ反対解釈です。いいですかね。犬猫禁止のね、えー、そのルールに対して、トカゲはどうですか ?OK と。金魚どうですか ?OK と。 こうするのが反対解釈です。で、それに対して、いや、それもダメだっていうふうに言っていくのが累積解釈というね、えー。そういうことで、まあ、いろんな解釈ね、こっからやりますけれども、あの、そのうち慣れるんでね、そのうち慣れるということでね、置いといてもらったらいいかなと思います。はい。で、ちょっと一箇所飛ばしたところ戻っていきまして、16ページの2番ですね。えー、こちらにちょっと戻っていきますけれども、はい。えー、法的三段論法ということで、ちょっとここは論文書くときには常にちょっと意識しといてもらえたらなというふうに思います。はい。えー、2番、法的三段論法というふうに書いてありますけれども、えーこの 上から6行目、7行目かな。イグザンプルと書いてあります。イグザンプルのところにね、ちょっと返してくれておいてください。えー、法的三段論法と。で、これはどういうことかと、丸の1、えー。人の身体を障害すれば15年間の初期にさせられるという刑法204条があると。で、丸の2。こ、え、う、ー、は、おつを障害した。で、丸の3。えー、従って、こうは15年以下の障害にさせられる結論。で、これ何が法的三段論法ですかというと、条文。 に、事実を当てはめること。これが、単純に三段論法になります。ね。えー、要は、ね、えー、人を傷害したら、えー、有罪ですと。こう書いてあるわけね。まず、条文がありますと。で、条文に当たる事実が本件ではありますと。なので、その条文の効果部分、これが出てきます。というね。単にこれ、法的三段論法って書いてありますけども、要は、要件効果に当てはめること。 これが法的三段論法であるというふうに思ってってくださいね。え、これ予備校業界では法的三段論法を違う言い方するね、え、そういう、まあ、なんていうかな、えー、エセ授業をね、やってるようなところがありますけれども、法的三段論法は何ですかっいうと、条文の要件効果がありますと。で、その条文の要件に事実を当てはめると、効果が出てきますと。いうことでね、まあ、一種数学的な感じですよね。公式がありますと。 公式に数字を入れると答えが出ますと。これと同じ関係です。なのでね、数学的な発想に近いところが方角はちょっとありますけれども、まあ、あの、数学のそんなややこしいね、計算とか数学じゃないので、まあ、数学苦手でも全然大丈夫ですけれども、発想としては公式に数字を代入するみたいな、そんなイメージですね。これが一応法律学の論じ方であるというふうに思ってください。まあ、とりあえず要件効果に事実を当てはめていくというね、そういう作業が法的三段論法だよというね、そう思っていただけるといいかなと思います。 はい。ということで、えー、その後の、えー、18ページ、19ページですね、えー。この辺りについてはもう飛ばしてもいいかなぐらいのところでして。はい。えー、18ページ、えー、4番書いてありますけれども。まあちょっと論点という言葉ですね。えー、これはまあ今後よくよく出てくるので、まあちょっとね、知、えっ、ー、といてもいいかなと思うんですが、まあ論点って何ですかというと、学説が割れてるところ。これ論点と言います。ね。えー、学説が割れてるところのことを論点と言いまして。で、確かに学説が割れてるところというのは議論がされててね、出やすいところもあります。 なので、大事なところは大事でいいんかなと思いますけれども、学説割れてないところの方が多いんでね、法律学習する際には、論点として学説割れてるところだけじゃなくて割れてないところもしっかり見なきゃいけないと。いうことでね、この論点ばっかり勉強しないようにってのが注意事項です。論点という言葉はね、よく使いますけれども、論点中心主義にならないようにね、論点はあくまでも法の世界100あったら30ぐらいが 解釈、分かれると。で、それ以外、分かれないところの方が多いんでね。なので、分かれないところもしっかり勉強しなきゃいけない。まあ、とにかく条文全体学習だよと。論点だけ勉強するね、え、予備校なんかがありますけども、そんなところでやったらね、え、はっきりで論文書けませんね。え、論文全く書けなくなるんで。なので、まずは、条文の学習だと。論点と非論点があってね。え、その論点、非論点、どちらも学習しなきゃいけんのだと。そういうふうに持ってもらえるといいかなと思います。はい。なので、論点、非論点ね、え、どちらも学習対象だよというね、そんな意識は持ってってください。はい。19ページのこの2 のリガルマインドと書いてますがもうここは読み流してもらったら結構ですので、ほっといてください。はい。20ページもね、表が上がってますから、まあ、気にしないと。で、ここで、テキスト1ページ戻って、ね、今日の前半のラストにしたいと思います。はい。テキスト1ページ、まあ、小試験合格用の道とね、書いてありますけれども、まあ、これからの学習ですね、ここをちょっとね、意識してもらえたらいいかな。まあ、これ、小試験に限らないかなというふうに、個人的には思ってますけれども、これ、 合格するための勉強だよというふうに思っておいてください。いいですかねこっから先の学習っていうのは、とにかく合格するための勉強なんだと。ね、単に自己満足でね、えー、なんかマスターするではなくって、基本的な発想としては、よいしょ、えー、書き込んでいきましょうか。合格するための学習と。 で、合格するのに何がいるか。まあ、手法試験でいけば、横の2番に、少し。 ね、えー、試験種類なんかがこう、司法試験法というね、えー、そんなのが書いてありますけれども、まあ、司法試験法、ね、えー、その、まあ、全部読む必要はないですけれども、えー、合格するには何があるかと、ま、試験が、予備試験だったら参考あるわけね。担当式試験、論文式試験、口述試験と3段階等という予備試験は合格だとかね。で、司、えー、法試験、本試験の方はというと、担当試験、論文試験の合計点で合否を決めるみたいなね、えー、そんな感じになってますけれども、とにかく合格するです。で、その際に、やっぱ鍵になってくるのは、いろんなガイダンスでもお話ししてますけれども、 まず論文と思ってください順番としてはねまず担当ではないですいろんなガイダンスでお話ししますけれども担当の出題範囲はめちゃくちゃ広いですそれに対して論文の出題範囲はかなり狭いですこの狭いエリアをしっかりとまずはマスターするとでこの論文の 出題、箇所、とされるところですね。担当の55から60%はこの論文分野から出るという、そういう構造になってます。はい、なので、まずは論文です。担当式試験に合格したければ、論文対象分野で落とさない。これ必須です。それでまず基礎点を取ってください。 そこに、プラスアルファで担当の細かい分野を抑えていく。というね。えー、そういう感じでしていくと、8割ラインが見えます。担当試験の合格ライン、えー、8割と思ってください。ね。えー、とりあえず、法律科目で大体8割ぐらいあると安心です。ね。えー、大体、年度にあったら70%でもね、受かる年度もあったりしますけれども、8割あると安心です。 で、その8割取るためにどうするかと、まず絶対に論文のところで落とさない。ね。えー、それを基礎点にして、プラスアルファしていく。そういう作業ですね。で、えー、担当試験の、まあ以上ね、え、ランクでいくと、WAAB、まあそこまで絶対として、C を優先して押さえるみたいなね。ランク付けしたところで意味があるのは、C ランク、D ランクのちょ、C ランクの方ですね。こちらを優先して押さえていこうと。いう風にすると、まあ担当の8割ラインが見えてくるかなと。で、年度によっては、論文試験。 の出題範囲から8割ぐらいの担当のね、基礎点が取れる年度もありますんでね、えー、結構ね、えー、年度によっては7割から8割に達することもあります。それぐらい、 まず論文と、こもってください。じゃあ論文ってどういう風にして学習するのっていうと、まあ、入門講座で皆さんね、えー、しっかりとバスターいただきます。当事者の立場で主張反論考えて、もうこれに尽きるんでね、えー、まずは原告の立場で言いたいことを考えて、で、次に被告の立場で反論考えてと。ていう風な感じで、ま、民法1回目からね、しっかりやっていきますんで、なので、まあ、そこは論文を解くというね、えー、そういう入門講座にしていきますんで、まあ、知らないうちになんか論文が書きたくなるね、えー、そういう風になってるようなね、そんな講座にしていきたいなとは思っております。 で、その際、試験で抑えなきゃいけないところなんですけれども、知識だけじゃないと思ってください。横の一番、ここに返すシちょっと入れちゃいましょう。はい、横1。上から5行目。青文字の途中。学識及びその応用能力。ここに返してくれといてください。知識だけじゃないんです。それを使う力があるかどうか。これが聞かれてると。いいですかね。もちろん知識を抑えなきゃいけないのは抑えなきゃいけないですよ。でも、それ持ってったって受からないんです。 使えなきゃ受からない。え、受からない。ということで、やっぱり、勉強の始めの段階からね、合格するためには、使うことを意識して勉強しようと。こう思ってくださいね。使うことを想定してやる。だから使えない知識をいくら使ってね、身につけても全く役に立ちませんのでね。え使うことを想定して学習する。というね、そんな意識を持っていただけると嬉しいなと思います。はい。その際に、あと、ちょっとね、復習の仕方なんかもね、軽くレジュメに戻っていこうかなと思いますが、えー、レジュメの2ページ。はい。 はい。合格するための、ま、一応勉強方法に関してね、えー、注意事項で。まあ、おそらく今後の復習ですね。今民法1回目入ってからで結構ですけれども、とにかく基本的な姿勢、それから復習の仕方ですね。ちょっとおすすめのお話をね、2ページのところで言っていきたいと思います。はい。えー、まずはね、えー、民法なんか24回もありましてですね、非常に膨大です。で、膨大だと、今何になってるかがよくわからないというね、えー、結構迷子になるということがあるんで、ここ、基本的な勉強する姿勢ですね、あの、どの科目もまずは全体像があります。でその 全体像の中の今どこをやってるかというね、その意識はね、えー、まあ常々持っていただけると嬉しいです。まあそれはできるだけ言葉で、講義の中でいはお話でいきますんでね、今はこの民法の中でいくと契約前の問題とかね、あ、これ契約後の問題とかね、そんな感じでちょっとね、いろいろと分類していきますけれども、まずは全体像というのをね、しっかりと押さえておくといいと思います。で、 やると、どうしても、あれもこれもと手を出したくなるんでしょうけれども、最低限をやるという意識ですね。で、これね、えー、どっちかというと上限自分で決めといてください。MAX はテキストです。と、あと、えー、レジュメかなえー、レジュメでちょっと若干補充しますけども、テキストとレジュメに載ってないことまで抑えようとかしなくていいんでね、えー、それ、たくさん無数の細かい判例とかね、細かい地裁レベルの判例とかね、あったりしますが、そんなもの追いかけてもしゃらないんでね。なので、ここ大事なのは、 正確な知識です。ね。10の不正確な知識持っても仕方ないんでね。1の正確な知識、これを持っていくという感じですね。えー、正確な知識こそが、まあ、非常に大事だぞというふうに思っていただけるといいかなと思います。はい。あとは、まあ、ね、結構法律科目、どの科目でも言えるんですけども、結構ね、前の方の学習が難しいということがあります。民法だったらね、実は民法、総則と言われる最初にやるやつが、実は一番難しいね、えー、ところがあるんですけれども、ここは、 後ろをやって戻ってきたら分かりやすくなっていることがあるんでね。まず焦らないことが大事です。いいですかね。えー、前の方にやることが結構難しい。うん、抽象的だってね。そこで挫折する人が結構出るんですけども、大丈夫大丈夫。ね。全体一周して戻ってきたらもっと分かるようになっているからと。いうことで、焦らずじっくり。いいですかね。焦らない。まず目の前のことをやろう。というね。で、その際に、 覚えるよりも、まず、納得する、ですね。え、案件はもちろんね、え、していただいたらもちろんいいんですけれども、納得しないと覚えられませんからね。え、納得した方が覚えやすくなります。なので、納得する、というね、そういうことをやっていってください。あと、ま、あ板書、ね、結構たくさん取りますけども、メモとにかく取っていただく方がいいですね。あの、僕が、ね、板書したことだけ板書するじゃなくてね、なんか、あ、これはちょっと大事そうとか思ったらね、ちょっと板書する、ね、え、それもありかなと思います。まあ、ちょっとね、そのために聞き漏らしたかな、という時にすぐ再生できるように IC レコーダーとかね、その辺用意いただくと、さらにね、復習効率も上がるかなとは思います。はい。 じゃあ、あと復習じゃあどうするのっていうところなんですけれども、基本的に読み直ししていただいたらそれで、ね、OK です。で、えー、2番、ちょぼ一つ目、テキスト、番書、レジュメントの読み返しですが、もうほぼマーカー部分だけで結構なんでね、えー、マーカー入れてないところはあまり見ない方がいいよっていう指示をすることがあると思いますが、まあ見たい方は見ても結構ですけれども、最低限がこれマーカーの部分と、こう持ってください。なのでマーカーしたところはしっかりと見よう。ね、で、納得しよう。で、まあ覚えれるようになったら覚えてみようみたいなね、そういう練習していただくといいと思います。で、その際に、 二つ目、復習用教材を皆さんにはお配りします。えー、全科目も揃ってますんでね。えー、民法の復習用教材ということで、論文で大事なところはここだとね。えー、そういうことで、えー、Q&A の Q だけ載っけてますんでね。えー、なので、それを見て、うんと、これはこうだったかな、あったかなとかね。えー、そういうのをこうね、えー、自分で、えー、まあ、ドリルの一種と思ってください。ま、そういう感じでね、えー、復習用教材を使って、まあ、学習するというふうにしていただけるといいかなとは思います。あとは、科目によってなんですけれども、あの、重要項目ね、ものすごくこう、覚えにくい、え、科目が、まあ、3個、4個ぐらいあるんですけど、ね、 ね、それについては、あの、重要事項、論文用の重要事項だけを薄くね、コンパクトにしてますんで、それはまあ、電車で持ち運びしながらね、空き時間いるとか、そういうふうな、まあ、使い方してもらえたらいいかなと思います。 あとは復習の時に条文ね、めんどくさがらず見てくださいね。えー、入門で一緒に弾いた条文はもちろんですが、あの、解説チェックを入れる条文ね、えー、これちゃんと自分で読むという感じでしてもらえると嬉しいなと思います。で、あと、テキスト、マーカーなんですけどもね、あのー、使い方いろいろありまして、えっ、ー、と、今回ね、えー、解説チェックしか一応してませんけれども、えー、5色全部で使います。で、5色の中で、ちょっとだけまあお話し,しますけども、1ページ戻っていただきまして、 えっと、考え、まあ、だから解説チェック以外のところっていうのは、まあ、いわゆる論点になるところがね、えー、この、 問題チェック以下で使っていきます。いわゆる論点と言われるね、えー、考え方が分かれる部分ですね、えー。そこに問題チェック以下を使っていきまして。で、まずね、えー、この問題チェックというふうにしていくところは何かというと、こっから先考え方が分かれる部分だよというね、頭の使い方をちょっと変えてねというね、えー、そういう注意サインと、こう思ってください。あと練習問題なんかにも問題チェック入れますけれども、とにかく問題チェックは考えるモードに頭をしてくださいというね、えー、そういう指示で一応おすすめ緑にはしております。で、この問題チェックの箇所。 論文では自分の立場書かなきゃいけませんので、その自分の立場上から4つ目結論。結論チェックと言っていきますけども、これピンクおすすめしてます。で、その結論を導く理由付けを理由チェックということで、まあオレンジおすすめしてますけれども、一応この問題理由結論がワンセットです。ほぼね。ほぼワンセットと思ってください。で、この問題チェックの箇所の復習の仕方なんですけども、理由を見たら、 結論が推測できるというふうになっていくのがまず理想です。ね。理由を見て、この理由からしたらこうなるかなという結論、ちょっと考えてみるね。あるいは逆もいいです。結論を見て、理由なんだろうとかね、えー、そう考えてみると。この理由と結論行ったり来たりという復習が論点のところの学習方法と。 で、まあ、一応慣れてきたら、問題チェックだけ見て、え、理由はこう、結論はこうとかね、こううの言えるようにすると。いう風になってくるとも、これも完全です。ですが、まあ、最終はそうですけど、まずは理由を見て結論。あるいは結論を見て理由ですね。え、それができるように、理由と結論を行ったり来たりと。そういう復習が。 いわゆる論点のところでね、えー、おすすめになってくるところと思ってください。はい。ということで、まあ一応ね、えー、そんな感じの復習で、まあね、チェック入れた箇所だけやっとったらもうまずいいよということでね、まあ、版書したものとかね、えー、レジュメとかそういったものも読み返ししていただくとなおいいかなと。で、練習問題ですね。あのー、ちょっと物足りないなというふうに思ってる方は、いやいや、何を言ってると。判例があるじゃないかと。いいですかね。判例事例問題だと言えというね、えー、思いといった通りでありまして。 問題練習したいなという方は、判例の事案を見て、まず原告の証拠をこういうするかな、でできるかどうか判断してみる。次、被告の反論どうかな、で、え、言えるかどうか判断してみると。そういうのをね、練習問題してみたらいいかなと思います。まあ、その辺でね、えー、これ、こう思うんだけどどうですかとか、こういう質問とかよくね、来、えー、ますけれども、あの、その辺全然聞いていただいて OK ですからね。えー、最後までもう使い倒してくださいね。えー、もうせっかくライブでね、えー、来る以上は、あの、僕のね、えー、質問、え、時間とかね、えー、っと気にせず、ね、えー、終わり時間もう何時になっても結構ですので、あの、とにかくもう質問 質問事項を残さないようにねでまあ、学生さんの方とかはね、結構あるんですけどもね、えー、その大学のレポート、これどう思いますかとかね、そもそもたまにはね、えー、質問できたりしますけれども、もうそれも全然 OK です。大学の試験でのね、えー、これ困こ難んん出たけど、これどう思いますかとか、それも全然 OK ですので、まと、あ、にかくね、疑問点とかあれば遠慮なく聞いてもらえたらいいかなというふうに思います。 ということで、前半については以上にしておきましょうかね、とりあえずテキスト、レジュメの2ページね、その他のところ、まあ、ちょっと読み飛ばしてしまったところもありますけれども、まあ、とりあえず論点部分は理由と結論言ったり来たりとねで、論点部分だけじゃないぞと、解説チェックとしている部分ですね、そこも大事なところがいっぱいあるよというふうに思ってってください。はいということで、ちょっとね、前半長くなっちゃいましたが、一旦休憩取りましょうかね、今から10分ほど休憩取ってください。 はい。そしたらじゃあ後半の方にね、えー、ぼちぼちと入っていきたいなというふうに思います。えー、後半は、えーと、憲法、民法、刑法のね、えー、ちょっとした概略のお話をね、えー、続きしていきたいなと思いますので、まあ、テキストの21ページかですかね、こちらの方ちょっと引いていってください。 はい。えー、まずはま憲法から見ていくような感じになりますけれどもね。えー、まあ憲法って何だろうという、そんな話を、まあちょっと20分ぐらいでね、もう終わらせてしまおうかなと思っておりますが、まあこの憲法って何だろう、ね。えー、そもそも法って何だったちょっと前半で少しやりましたけれども、人々の幸せのために基本的にはルールってのはあるんですね。なんですけれども、まあ世の中には悪い政治家なんかがいたりもしましてですね、えー、もしかしたら変なルール作ってくるかもしれない。例えばです、ね。まあ今はないですけどね。犬猫禁止とか、そんな法律ができたらどう思います ちょっと待ってよと思いますね。犬猫飼ったらいけないとかね、えー。そういうのがもし法律でできちゃったとしたらどうするか。大変ですよね。僕なんかも犬猫はですね、動画見るの大好きでね。えー、とりわけまあね、モチバルニキナーってね、猫動画見るのものすごく大好きなんですけれども、あの、犬猫を飼っちゃいけないなるとあれだ全部見れなくなっちゃいますからね。大変ですね。で、この犬猫禁止みたいなそういう風な変なルールができたら、やっぱり困るのは人々なんですね。幸せ。 の観点からして犬猫飼えない、そんなとんでもないという,うになるわけで、でも、ルールができちゃった以上、これ強制力伴ってくるんでね、そこを規制するのが憲法だと。で、これは言い方変えると、ルール作りのルール。 これが憲法だというふうに思っていただくといいと思います。えー、ルールを作るにあたって、人々の幸せを壊すようなルールを作ってはいけないとかね。えー、そういうふうな感じで、ルール作りのルール、これが憲法なんだというふうに思っていただけるといいかなと思います。はい。ということで、まあ、昔、悪法ということでよくありましたが、まあ、特にね、江戸時代なんかはね、将軍様が勝手にね、ルール作ったりという時代でしたからね。例えばこうね、えー、生類、憐れみの例とかね、逆ですよね。えー、生類ね、生き物を殺しちゃいけないとかですね、えー、風邪すらも殺しちゃいけないのかとかね。えーそんな まあ極端な話成りは成りかねないし、で場合によってはね税金ね収入の8割は税金で持っていくとかですねとんでもない法律とかね昔はまああったわけですけれどもそういう風なところがまあ悪いルール作られないようにというねルール作りのルールこれがまあ憲法なんだと思っていただくといいかなと思いますはいということでまあちょっとね難しい言葉使ってますんで一箇所だけ解説入れて終わりにしようかなと思いますこのページはね21ページ横の1なんですけれども上から4つ目のところかなそこでのところですねそこでのところに解説して こっらで入れておいてください。国家権力の乱用を抑制。で、国民の権利自由を守る。 はい。ということで、まあ、国家権力ということで、まあ、抽象的ではありますけども、要はま、法律作ったりとかいうのを想定してください。ね。国会とかが法律作ったりしますけどな。なので、まあ、国家権力、まあ、国会内閣裁判所ですかね。えー、このあたりまず想定いただいたらいいですが、まあ、あの、まずは国会ね、えー、法律作ります。で、法律作るときに、人々の幸せを壊すようなルール作っちゃいけないとかね、えー、これは憲法が、えー、規定しているものであると、こう思ってください。基本的に人々の幸せのためなので、人々の権利、人権ですね。えー、これをま、たくさん規定しているというね、 これがまあ憲法になっていきますしで、さらにその人権。 守るために、まあ、国家としてはこういう仕組みでやなければならないんだとね、国家の仕組みとしてはこうするんだみたいなね、えー、そんなものをまルールとして決めている、まあ、これが憲法だったりします。はいということでまあね、えー、ある意味まあ国家権力というのはまあライオンみたいなもんなんですよ。ね、ライオンみたいなもので、えー、まあ時々ですね、えー、暴れて人々を殺したりするかもしれないので、ライオンに檻をはま、えー、檻をかますね。えー、檻をもうね、檻の中に閉じ込めるみたいなそんなイメージです。ね、えー、檻そのものが憲法と思ってください。えー、国家権力というね、ライオンを檻に閉じ込めるというね。 そういうイメージをね、持ってってもらえるといいかなと思います。はい。さあ、次のページ以下で、まあ、憲法に関してなんですけども、22ページ、一応、憲法と法という名前ついてますけれども、憲法というのはだ、だ、どういうルールですかというと、実は、最高法規と言われます。はい。22ページの、まあ、ピラミッドになってますよね。ピラミッドの頂点の右側に最高法規と書いてます。よかったら、ここも解説してくれといてください。えー、様々なルールが、憲法に違反してはならないという感じで、 規定されてます。憲法ってのが国の中でも最もね、大事なルールと、こう思ってください。で、この、最も大事なルールね、勝手に変えられないようにということで変えにくくしてるというね、えー、それが、まあ一応憲法改正難しいぞと言われてるね、ところではあるんですが、えー、ここを変えようとしてる現状ありますんでね、ちょっと怖いところありますけどもね、えー、ここ最高法規ですね、えー、とにかくまあこの憲法に違反してしまったら、 ルールは無効という感じで扱われていくと。ねえー、憲法に違反するルールは無効なんだというね、えー、そういうふうに考えてもらえるといいかなと思います。 はい。えー、その憲法が一番大事にしているものは何ですかっていうと、横の2番でまあ憲法の体系とあるんですけども、究極はやっぱり人々の幸せでしてね。えー、ここはまあね、ちょっとこう臭い話になりますけどね。生きてる人間、みんな素晴らしいと。そういう前提がありますね。えー、勉強できるから素晴らしいとかそんなんじゃない。ね。えー、可愛いから素晴らしい。そういうのじゃなくて、生きてるだけでも素晴らしいんだ、人間はと。とにかく人間を尊重しよう。これが憲法の本質であると。こもってください。生きてる人間を最大限尊重しましょう。ということで、これ横の この2番縦の1なんですが、上から2行目、ね、返してくよかったら入れておいてください。憲法の根本的な考え方は、一人一人の個人を大切にすると。はい。何々ができるから素晴らしいとか、そんな理由がなく、ね、人って素晴らしいんだと。そういうことです。端的にね、えー、人って素晴らしいんだ。だからその人の幸せを壊しちゃいけないんだ。というね、えー、そこがもう憲法の究極的なね考え方になるよと思ってください。で、これを、 一番下、個人の尊厳というふうに言っていきますね。個人の尊厳、まあ原理はいいので、個人の尊厳13というね、そんな番号にでもちょっとチェック入れてもらったらいいかなと思います。はい。もしまあ6歩ね、えー、もう買ったよという方は、まあ復習の時にね、憲法13条ちらっと一読していただくといいですね。えー、とにかくまあ人は大事なんだね、個人を尊重するんだというね、えー、そういう考え方がね、色濃く出てるような条文になっております。 はい。23ページに、まあ、憲法の全体構造というね、えー、書いてありますけれども、まあ、憲法のね、えー、1回目でおそらくね、えー、話する内容ではありますので、まあ、ここはもうざっくりで結構です。えー、とにかくま、ね、え、個人の尊厳ということで、まあ、13条とね、えー、ここがま、ね、一番大事な憲法の核になるところであるというふうに言われますけれども、個人を尊重するって一体どういうことですかもう少し具体化してくださいということで、いろんなその下、ピラミッドの下ですね、えー、下の方のルールが具体化されていってると。個人を尊重するということは具体的にどういうことですか いうと例えば2段目ね自由主義とか民主主義とか書いてあるでしょ個人を大事にするイコール個人の自由を大事にするこれ自由主義ですいいですかねで個人を尊重するイコール個人は皆平等である平等主義ですだから個人を尊重するというところをもう少し具体化したっていうのが2段目とでも自由を大事にするっちゅったってどんな自由があるんですかってさらに具体的にできるでしょでその具体化してるのが3段目で人権規定と 表現の自由とか、経済活動の自由とか、財産権であるとか、いろんな自由ですね。えー、これをまた憲法を歌ってますけれども、とにかく個人の尊厳というてっぺん、そこから派生していってるものというね、えー、そういうイメージを持っていただけるといいかなと思います。はい。で、その人権守るために、統治ということで、えー、人々の人権守るために、国会はこういうことをしましょう。内閣はこういうことをしましょう。裁判所はこういうことをしましょう。まあ、言い換えたら、国会はこういうことしかしてはいけない。内閣はこういうことしかしてはいけない。 裁判所はこういうことしかしてはいけないというふうに、やっぱり国家権力に枠をはめてるんですね。これが統治と思ってください。ね、統治というとなんかちょっとわかりにくいですけれども、まあ、中学の公民でやる三権分立ですかね、えー。あれの三権をそれぞれを学習していくと、そんな感じになるのがね、統治のところと思ってください。まあ、公民のちょっとした深掘りですね。これをやるような感じと思っていただけるといいかなと思います。はい。一番下の憲法訴訟はまあ、あまり気にしないでください。今のところはね、とにかくまあね、人権が、 大事、ね。えー、個人の尊重は大事ね。ね、えー。そういうふうに思っていただけるといいかなと思います。はい。えー、その下の米印なんですが、多分見てもちょっとわかりにくいね、えー、ところであるんで、え、ちょっと米印、え、のところね、コメントを入れときたいと思いますが、まあ、23ページの2番で、憲法の考え方と書いてあります。まあ、もちろん人権ね、え、これをま、すごくたくさん書いてるよというところあるんで、まあ、1はま、あその通りなんですが、2番、価値相対主義と。何でじゃそりゃと。 多分日本語として理解できない言葉が並んでると思います。で、ここから先皆さん法律の世界というのは漢字の意味で追いかけない方がいいものが結構あります。で、まさにこれはその一つでありましてね。えー、価値相対主義ってこんなん漢字の意味を追いかけてもさっぱりわかんないんでね。でなので、これは一旦横に置いといて噛み砕くとどういうことかっいうと、いろんな価値観 OK という、そういう考え方です。あらゆる価値観を OK と。そうする考え方のことを価値相対主義と。 そんな風に言ってきます。いろんな価値観は OK ね。えー、国が大事という考えももちろん、まあ、それはそれで結構だと。ね、個人が大事だ、その考えももちろんだ、OK だと。ね、あらゆる価値観を許容するっていうのが憲法です。いいでしょうか。だかかいろんな価値観を、まあ、尊重しますんでね、えー、その特定の価値観だけ否定するとかね、それもしないと。 いうね、えー。そういうところが、まあ、異言行の憲法です。えー、これがちょっとね、えー、改正によって変な方向に行きがちなところがありそうな感じがしますけれども、ちょっと現状の憲法の中ではね、いろんな価値観 OK というね、えー、いろんな考え方 OK だよと、ね、えー、ひまあ、人それぞれね、いろいろとこ,こだわりとかあるじゃないですか、えー、そのこだわり何でも OK と、ね、料理上手くなりたい OK だと、ね、あるいは美容を追求したい OK だと、ね、何でも OK なんです、ね。とにかくそれが憲法だと。基本的に価値、あらゆる価値観を肯定するというね、え、これが憲法の精神であると思ってください。はい、それぐらいで。 かなと思いますね はい。えー、次のページのところ行きまして、横の3番、憲法の指導原理でありますが、もう今置いといてもらった方がいいかな。わかりにくいっていうかね、えー、憲法1回目でやる内容なので、まあ、ここの横の3番については合をね、えー、読み流してから飛ばしていただいて OK です。はい。で、まあ一応、憲法の中での学習は、まあメインとしては第2節人権。ね、基本的人権と書いてありますけども、とにかく人権の学習というね、えー、そういうふうに思っていただけるといいかなと思います。で、この人権の部分を抽象的に人権だけ押さえても仕方なくてね、これ実際やっぱり紛争として使う、ね、紛争の事例 の中で使うというのを想定していただきたいので、第2節ここをちょっと開きつつレジュメの3ページこちらの方をねちょっと開いていただけるといいかなと思います。はいということでまあちょっと具体例ですね、えー、ちょっと開けておきました。はい、えー、憲法に関する具体例ね紛争。 まあ、憲法ってのは広報に位置しますので、一般市民対権力というね、えー、そういう喧嘩を想定することになるんですけれども、どんな喧嘩ですかと3番、エグザンプル見ていきますね。はい、ちょっとょ一緒に読んでおきます。A さん、食肉店を経営している。で、牛肉の販売を行っていたと。で、この度国は生まれば飲食店で提供することを禁止する法律を制定して、で、違反者には罰則を科することとした。で、A はこの法律はおかしいと考えて、生まればきちんと殺菌した上で従来度で販売したところ、 逮捕されててしままって裁判まで、ね、かけられてしまったとでこの事例の憲法上の問題点を論じなさいとかいう風な感じで出るんですよ。で、まあこの憲法上の問題点を論じなさいってね、えー、抽象的に書いてますが、まずはこれ一般市民の立場で不満を考えてみてください。今回は A さん。普通に今まで通り、 肉を販売してたわけですね。で、生レバー何が問題だと。生レバいいじゃないかと、ね。僕個人的には生レバーものすごく大好きでしたけどね、えー。平成24年に禁止されてから結局食べられてませんけれども、えー、それまではね、えー、いろんな焼肉屋で生レバーと絶対注文してたね、えー。そんな感じのところではあるんですが、はい。この生レバーはですね、えー。これを売る自由が制限されてるんですよね。いいですかね。だからまず不満に思う人として見たら、これは A さんです。A さんの 生レバーを売る権利が侵害されたというふうに考えていってください。これが憲法上どんな権利に当たりますかというと、職業選択の自由とか営業の自由とかいうね、そっちになってくるということで、まあ今回 A さんの立場で、この法律ですね、今回法律ね、この法律が営業の自由の侵害であって憲法違反だだから無効なんだというね、そんな主張を考えてください。いいですかね。 具体的な事例で、これは紛争当事者想定して、不満に思う人の立場で、どんな権利侵害か、ということを考えていく。でまずはこれ、法律自体がおかしいという戦い方ね。これ、法令意見というふうに言っていきます。法令違憲ね。憲法違反のことを違憲というふうに言っていきますけれども、法令違憲、まあ、一応、横の位置のエグザンプルの中に、4行目かな。で、段落でいくと、 え、右矢印の、え、ついてるところですね。え、そこのところに、よかったら返してくれるのは、ここに入れとておいてもらってもいいですね。はい。え、このところですね。法令意見。まあ、ここまず一行ね、ざっとチェック、返してくれていてもらってもいいです。え、生レバー禁止する法律。これが、A の営業の事実侵害している、法令意見と。はい。まずこの主張を、A さんの立場で完成させてください。 で、まずは人権としては営業の自由というね、えー、そこがまあ問題になったので、まずこの人権が憲法上保障されているかどうか。で、ここが大事なのはこの後ね、論文でこんな感じで考えていきますけども、この、えー、表現、えー、営業の自由に対するね、えー、侵害、これが違憲かどうかについては、まあ判例がありましてね、えー、規制の目的必要性内容、ね、制限される人権の内容性制度等を比較考慮して検討するとかね、そんなふうにまあ言って言って論文は進んでいくんですが、その辺の中身は憲法1回目以降で学習しましょう。 ねえー、このあと、えー、法令意見なんですけれども、えー、この法令意見になると、ちょっとまあここに書いとったらいいですけどね、この後のまの、あ、進みとしては、審査基準を立てて当てはめと、こんなふうに書いといてください。審査基準を立てて当てはめ。はい これを法令意見の主張の中ではやります。が、もうここまでにしときます。はい。ということで、まあ、このね、えー、憲法に関する紛争。 ね、え、どんな紛争ですかと、まだ多いのは、この法令意見を争うという紛争ね。これが非常に多いです。なので、不満に思う人の立場で、まずは、どんな自由を侵害しているかを考えていって、で、その後、審査基準を立てて当てはめしていくという風な、そういうね、え、論文の進み方をしていくというところになります。はい、これがまず1個。はい、もう1個 A さんの主張が出てきましてね。A さんからすると、きちんと殺菌した上で、と書いてますね。 私のやってることは悪くないという主張がありそうですね。いいですかね。法律がおかしいという主張だけじゃなくって、かにこの法律がね、えー、有効なものだとしても、私のやってることに問題はないはずだと。私にこの法律適用するのがおかしいということで、適用意見という、そんな言い方をします。 私に適用するのはおかしいということで、この下ですね。えー、これもよかったら返してくれといてください。ここですね。A は生レバー禁止法律に実質違反しないようにきちんと殺菌しており、この法律は適用されない。法の適用によって A の営業の事実が侵害されているという適用意見。 というね。そういう主張をすることも考えられます。はい。ということで、この憲法の事例問題ですね。これを想定すると、解き方としては法令意見か適用意見かというね。そこのところをまあしっかりと勉強しなきゃいけなくなるんですが、これは憲法の12回目ぐらいでようやくわかる話なんでね。なのでもう今の段階はとにかくまあ当事者の立場で、 人権違反だ人権侵害だという主張ですよね。えー、これをしていくのが憲法の事例問題だというふうにね、思ってってもらったらいいかなと思います。はい。ということで、えー、レジュメの、えー、2ページのところですね。えー、横の2番、一番下ですけどもね。あ、横に、えー、下に入る前だ。ごめんなさい。えー、3番のところなんですが、えー、さ、みません。3ページの横の2番入る手前の2行ですね。憲法も以下、よかったら解説してくれておいてください。えー、憲法も他の科目同様、当事者目線でョーと反論考える。 これが結構ポイントになりまして、とりあえず当事者の立場で、つまりまず原告の立場ですね。原告になりそうな人の立場で不満を考えてみてください。で、まず意見だという主張ができるかどうかというね、それをやってみるといいと思います。で、それがね、えっ、ー、と、一通り終わった次に反論、もしあればね、考えてみると。いうような感じでね、主張と反論というね、そういう言い方をね、していきますが、まあ、ここも。 憲法に関しても、ね、他の科目と同じです。ということで、詳、え、細、ー、反論ですね。えー、これをやってみるといいと思います。はい。さあ、その下3番で、えー、人権についての学習内容、ね、検討順序と書いてますが、もうここもいいです。今の段階でね、ちょっと早いかなと思うので、えー、ここはもうね、憲法1回目やってからね、えー、見てもらったらいいかなということで、まあ、どうしてもここ、 ま、まあ、今日の段階でマスターしたいという方はね、個人的にでも聞いていただけたらね、ええー、いいかなと思いますが、ちょっとかなり応用チックなことを書いてますんで、まあ、とにかくね、えー、人権の問題について法令意見、ね、えー、これが多いんでね、法令意見の主張であれば、人権を特定して、審査基準立てて、当てはめるという、まあ、だんだん、大いたいまあそんな流れにね、なってきますので、まあ、そういったことを論文ではやるんだなというふうに思って,ってください。はい、えー、5ページ行きましょうか。はい、えー、レジュメの5ページ。 はい。えー、憲法についての勉強。えー、これに関しての、まあ、注意点ではあるんですけれども、えー、憲法というのは一応入門講座の中では、6科目目にあります。えー、民法、商法、民訴法から、刑法、刑祖法終わった後の7、6科目目というね、えー、春クラスの方はそういう進行になります。で、この憲法という学習ね、えー、憲法だけでは完成しません。ね、えー、基本的に他の法律を前提にする科目であるというね、えー、そういうことで、結構、 他の法律の知識をフル稼働するというね、えー、そういう科目になってくるよ。これが憲法だと思っておいてください。はい。なので、まあ、縦の1ですね、えー。ここちょっとね、解釈ちょっと入れといてください、えー。他の法律を前提にする科目でもあると。で、2行下降りて、学習は最後の方が良いか、あるいは最初にやるにしても他の科目やった後必ず戻れと。で、さらにもう1個。行政法と密接不可分。 という関係がありまして、この憲法と情勢法は本当にか、似通ってますんでね。えー、本当に連続性が強い科目ですので、なので、憲法の直後に情勢法、これが理想です。憲法をやった後に1年ぐらい経ってから情勢法と他のね、呼び方とありますけどね、えー、それでは全く意味がなくなるんで、憲法の直後に情勢法をやって、憲法、情勢法の二個一間ですね。えー、これをすごくね、意識してもらえると嬉しいなと思います。はい。 あとまあ2番ね、これをどうしても忘れやすくなるんですけども、あの特にね、えー、このレックのうちのクラスだからまあね、意識できると思いますけども、他の呼び子とか全然意識してないね。当事者の紛争、当事者の主張というね、えー、その意識をしっかり持っとってください。えー、2番当事者目線と書いてますけども、憲法も具体的な事例を想定してますんでね、当事者の立場での主張を考えるというね、えー、これを意識しておいてください。はい。なのでよかったら2番ざっと1行チェック入れておいてください。具体的な訴訟と、当事者の主張不満をイメージすること。 はい。まあ、当事者の主張、これをね、え、ちゃんと作る、というね、え、その意識をしっかり持っとってください。まあ、これができないね、え、方がやっぱ憲法を苦手にするというね、そういう傾向がありますので、まあ、ここは、ま、当事者の主張を必ず意識するというね、え、そこから入れば非常に分かりやすい科目でもありますんでね。え、なので、まあ、ここまずは当事者の主張から入れというね、え、そういう意識を持っとってください。はい。ということで、ま、憲法については以上にしておきます。ね、いろんなね、え、ものを深入りしようと思えば深入りできるんだけども、え、そこは今日の目的じゃない。ね、とりあえず、法のイメージですね。え、それを持ってもらおうというのが 今日の目的です、はい、続き、ちょっと民法いきましょうか。民法は少しだけ時間かけてやろうかなと思います。まあ、民法1回目のね、えー、開口近いということもありますんで、ちょっとだけ民法の走りですね、えー、これやりたいと思います。32ページ、はい、テキストの方をちょっと開いてください。はい、でも民法ってなんやねん。 というと、まあ一応私法に分類されましてね、えー、私法ということで、一般市民間の喧嘩ですね、えー、これを想定していると思ってください。はい。ということで、まあ一応第一節、えー、民法の形と書いてありますが、横一縦一縦一かな縦一に解説チェックをざっと入れておいてください、えー。民法は市民相互の関係を定めたもの。で、私法と。で、なおかつ2番で2行目、民法は私法の一般法、 で、特別法が優先すると。はい。ちょっとここで一般法特別法というね、その言葉できたら今日ね、理解いただけると嬉しいですね。え、一般法特別法というのは、まあ要はね、えー 一般法ってのは、まあ一応なんていうかな、まあベースになる法律と思ってください。で、その、特別ルールが特別法と。で、これ特別法あれば特別法優先というね、えー、そういう、まあ一応暗黙の不分律があると思ってください。えー、特別法があれば特別法優先ということで、民法の特別法で何があるかっいうと、借地借家法という法律があります。借地借家ということでね、賃貸借に関する特別ルールなんですけども、ここは民法の規定よりも借地借家法が優先適用と。こんな感じになります。で、さらに、民法の特別 特別法としてもう1個あるのは、会社法、商法ですね、商売に関するルールであれば、民法よりも商法を優先するというね、そんな感じでして、特別法があれば特別法優先というね、映像も撮ってください。なので、ちょっとそこにね、書き込みしていただくといいかなと思うんですが、特別法あれば、そちらを優先と。 で優先するにあたっては適用要件まあ適用範囲とも言いますけれどもこれをしっかりと学習しましょう特別法の学習の時にはね適用要件をしっかり学習するとだから借地借法を適用するのはどんな場面ですかっちゅうと 借地に当たる場合と、借屋に当たる場合と。で、借地にはまた定義があります。建物所有目的の土地の賃貸借または地上権とかね。えそんな感じで言っていくんですけども、まあ、そこはね、条文見たらいいです。条文見たらいいんで、えとにかく、ここは適用要件しっかりと。じゃあ、商法ってどういう時に適用するのと。これも、 適用要件がありますね、えー、ここは商人について適用とか商行為に適用とかね、えー、そんな感じであったりしますけれどもそういったまあ適用要件をちゃんとね勉強しなきゃいけないこれが特別法の注意点というふうに思ってくださいはい、まあ一般法で民法を勉強する中ではねあまり意識することないですが他の科目に入ればねそのあたりすごく意識してくることになるかなとは思いますはいということは民法、えー、4番のところですねそこに合わせて返して伸ばしておいてもらえたらいいでしょうね、えー、民法とは 民事、実体法中の一般法というね、そんな言い方をします。はい。ということで、まあ、実体法ですので、権利義務ですね。えー、要件効果を規定しているというね、そんなイメージもとってもらったらいいですね。えー、いろんな権利義務についての要件効果、これを歌ってるような条文だと思ってください。はい。で、まあ、一応23ページに、あ、33か、えー、ページ行きますと、横のには民法の形と書いてますが、これ見ても民法の形さっぱりわからないと思いますんでね。えー、民法って基本的に何なのかというと、ざっくり言うと、民法は、大きく分けて、 契約法と非契約法とこう分かれます契約に関するルールと契約以外のルールという感じに分かれると思ってくださいで契約って何か聞くと難しいかもしれませんけども皆さん多分今日ここに来るまでに何かの売買契約は一回やってるはずです例えばお茶買ったりとかね おっと思ってください。<laughs> ね。えー、コンビニでお茶買いました。これ売買契約締結してきたというね。えー、堅苦しく言うとそういうことになりますんでね。で、その契約法なんですけれども、はい。ここ契約のルール、学習する際には、契約前の原因のトラブル。これが結構多いです。どんなのっていうと、僕チーズケーキ好きですけどね。 このチーズケーキ美味しそうと思って買ったらクソまずかったと。これ、契約前に美味しそうと勘違いしたことが原因です。そういうことで、契約前に原因があるトラブルですね。えー、これが、ま、契約前のトラブルで、まあ、民法、総則なんかで学習するのはそんな感じですね。契約前のトラブルと思ってください。で、トラブルにはその後ろもありましてね。契約後に、トラブルが発生する。これも起こります。例えば、約束したのに守ってくれない。これです。 売っったのに相手が金払ってくれないとどうするという感じですね。それが契約後のトラブルと思ってください。買ったんだけれども商品届かないとか商品壊れたとかですねあとのトラブルねこれも民法の契約法の重要な学習場所と思ってくださいはいであとはそれにも関連しますけれども回収これが必要になります 契約した。例えばですけども、売ったけども代金払わんと。どうやって代金回収しようと。いいですかね。代金というのはあるんだけども、これどうやって回収したらいいのと。それに関するルールとして民法にいくつか制度があります。まあ、回収に役立つルールね。回収に役立つルールとして、例えばこうね、え、債権を譲渡するなんか、まあそんなあったりとかね。あるいはこうね、え、相手が払わない時に備えて保証人つけておくとかね。そんな感じですね。いろんなこう、回収に役立つお話というのも、まあこのね、え、契約法で学習します。はい。 で、とにかくまあ全部ね、えー、一応やっていきますけれども、契約法と非契約法というね、大きくはそういうイメージをね、持っとってもらえるといいかなと思います。で、それぞれ、いずれにせよ、必ず当事者の存在がありますので、当事者の立場で主張反論と。 勝者の立場で主張反論を考えるというねこの意識を持っ,っていただけるといいかなと思います。はい、これがまず1個目。 はい、えー。民法の形ということでね、理解するのにあたって、まずね、えー、契約法とそれ以外というね、えー、そういう意識をとってください。ちなみに非契約法に入ってくるのが、例えばですけど、不法行為とかね、あるいは、えっ、ー、と、相続とかですね、えー、そういうふうな、ま一応ね、契約ではない場面ですね、えー、そこもまあ一応学習対象にはなりますけれども、まあ大体民法の出題7割は契約法絡みですね、えー、そこからの出題になってきますんで、この契約法を制する者が民法を制する、言い方ら契約法を制する者が司法試験まで制するというね、えー、そういう感じになりまして、 とにかくこの契約法ってめっちゃ大事だぞというね、そんな意識を持っ,とっていてただけるといいでしょう。はい。あともう一個なんですが、当事者の主張としてですね、民法上の主張は大きく2分野に分かれます。何かというと、まあこの後やりますけれども、当事者の立場の主張ではあるんですけれども、物件と債権というね、そういう 大きな主張の枠組みがあります。ということで、ちょっと大きな買い物を想像しましょうか。A が持っている不動産、建物をね、B に売ったということで、まあ、売買のことを S で省略していきます、セルということでね。はい、A が持っている不動産を B に売りました。はい この時に売買すると物件再建両方の動きが出てきますまず何ですかというと所有権が移るとこういう感じですねいいですかね売ったら A の所有権は丸書と書いてます丸書 A から B に移るとまあそらそうだなと思ってくださいでさらに売ったら不動産については誰が所有者かというのを明示する制度がありましてね 陶器っててののも必ずすすするととカカタカナ丸書いておきますこれ物件関係ですだから物件関係の主張として考えられるのは B としたら俺に所有権渡せという主張ねあるいは俺に登記してくれという主張ですねこの辺が物件的なものとして考えられるとこうなります。 で、債権というのはまたこの後ね、やります。まあ、債権の権能ですみません。またで書かせてもらいますけどもね、省略して。えー、債権。これ、債権って何というと、人に対する権利と思ってください。人に対する権利で、売買すると、どんな権利が発生しますかというと、売った方は、金よこせですよね。代金請求。買った方は、 引き渡し請求。あまり深く意識してなかったかもしれませんけれども、皆さんがコンビニで自然と買い物をしてるとき、無意識にやってると思います。物を買ったら渡してちょうだいと。もちろん売った方は金ちょうだいと。当然こうなりますよね。そこをまあ分解してるのが、まあ、民法の学習なんですが、まあ、ここですね。えー、民法の当事者の主張ですね。物件、物に関する主張と、債権、人に対する権利としてね。えー、この債権については、 A は B にしか言えません。いいですかね。B にしか代金くれとは言いません。ね。えー、買ったのが B のね、えー、お母さんだからだってね。えー、じゃあ、えー、B、あ、B が買ったのにね、B のお母さんに請求とかね、これできないということで、ここちゃんと債権だな、その人にしか請求できないというね、えー、そういう性質があります。はい。まずこの後はね、えー、しっかりと学習していきますが、まあそういうふうに、当事者の主張ですね。 物件再建という、その二つの視点で主張を考えていくというところはすごく大事になってくるよと思ってください。はい。ということで、ま、横の二番ね、民法の形のところにいろんな板書していただきましたけれどもね、えー、そこの板書したことの方が大事というね、えー、そう思っていただくといいかなと思います。はい。さあ、早速入りましょう。えー、34ページ、横の三番で民法の体系と書いてありますけれども、ま、あこんなもの大学で学習したらいいかなぐらいのところでね、まあ、あの、民法の体系で、ね、えー、ここなんか、いろいろ書いてありますが、あまり深入りしなくて結構です。で、これ、パンデクテン方式というね、 言い方してありますけれども、これ何かっちいうと、共通項を前出しするという、そんな感じです。パンデクテン方式の横にね、ちょっと数学嫌いな人には申し訳ないですけれども、因数分解。なんか、中3でやったなという感じですね。AB たす AC は A 過去 B たす C と。あ、これ矢印にしたら科学式やな。ごめんなさい。イコールですね。統合にしとかなかね。 でこれパンデクテン方式というのはこの共通項になる A ですねこれを前に出す、これがパンデクテン方式でしてなので民法のルールの中で共通ルールになりそうな早速ですねはまを前出ししてるんです。 まあ論より証拠で横の3番の民法の体系で書いてますが、パンデクテン方式の、えっ、ー、と、まず一番左側見ると、第一編民法総則って書いてますでしょ。民法全体に関わる共通ルールが総則と。そうなってます。 で、その中、その後に、第2編、物件、第3編、再建、第4編、親族、第5編、相続というふうに個別のね、そのルールが書いてあるという感じになります。で、その第2編も物件なんですけども、物件の中での共通ルールが第1章、物件、相続というところにあって、その後第2章、占有、第3章、所有とかね、その辺がずっと並んでくると。共通項をとにかく前出ししてるというね。で、これが条文の、ま、あ面倒くささになりますし、あと、何条引くかっていうのは結構困るんでね、えー、ここ、条文番号まで押さえろというものは結構あります。 えー、とにかくね、え、民法を勉強していくと、極めて重要な条文についてはね、え、条文のニアピンゲームを友達同士でやってみるというのがありですね。例えばこの制度については何条とかね、え、それが出てくるよね。バイバイだったら何条とかね、555とかね、え、その辺がこうパッと出てくると早いですね。で、これが出てこないと、やっぱり事件、試験、試験現場でね、この民法の条文10何十条とあるんでね、 弾けないんですよね。どこにあるかって、その探し出せなくなるんで、大事な条文は番号まで押さえろ。というね、えー、そういう勉強してもらえるといいかなと思います。はい。皆さんにはそのね、えー、大事な条文の一覧表ね、ね、えー、これを、あの、レジュメでお配りしますんで、えー、そこに載ってるやつね、友達同士でゲームでね、えー、これにすて何条これにすて何条とかね、えー、去年の入門生もやってましたけどもね、えー、その辺やってみるとね、いいかなと思いますね。はい。とりあえず、この条文番号はかなりね、えー、早く、 特定できるようにね。で、あっち行ったりこっち行ったりします。えー、この制度ね。今見てるのは、例えば415度なんだけども、反論がなぜか知らんけど、500条台飛んだりとかね、えー。そういうふうに主張反論が、まあ、あちこち飛んだりするというところもありますので、まあ、この辺も、まあ、ちゃんと当事者の主張と反論を条文に則っ,って考えていくというね、えー。その勉強していかないとね、えー、結構しんどくなるぞというところであります。とにかく条文。いいですかね。えー、条文と主張反論というね、えー、そういう意識を持っておきましょう。 はい。さあ、ここからは民法に関する、まあ、ちょっとした、えー、豆知識というか言葉の学習でして、はい。えー、35ページ横の4番。はい。民法の指導原理と書いてあります。はい。えー、民法の指導原理って、まあね、常々しく書いてますけども、まあ民法全体の共通の考え方と思ってください。ね。えー、相続の相続みたいな、そんな感じです。民法全体の共通の考え方。として何があるかと言いますと、まあ 人によって3原理の3の内容が変わりますけどもね。えー、とにかくまあ3つぐらい大事な原理原則があると思ってください。で、まず1つ目なんですが、上から7行目ぐらいでいいかなと思います。えー、所有権絶対の原則。これにちょっと返してくれておいてください。はい、所有権は絶対だというのがまず原則だ。ということで、これどういうことかっていうと、ある人が土地を持ってますと。 その人の所有は原則奪えないんですね、えー。その人の所有はもう絶対なんだと。だからね、えー、例えばこう私の六歩これありますと、その人の六歩を勝手に奪っちゃいけないとかね、えー、そういうふうに非常に強い拘束が第三者に及ぶというね、えー、これがまあ所有権絶対ということでしてね、えー、ここはものすごく重みを持ちますね。えー、お隣さんに変人がやってきたとで。変人がやってきたからといって、その変人のお隣さんを何とかできれできないんですね。お隣さんが所有している以上はこれはもうね、犯せないというね、えー、そういう感じになってきまして、大 ヘだーというね、えー、お隣問題結構ね、弁護士頭、弁護士泣かせだったりしますけれどもね、えー、その辺は、ね、所有権絶対の裏返しですね、えー、その辺だったりします。はい。ということで、まずは所有権絶対という発想が民法全体でね、まずあるぞと思ってください。はい。もう一個。その3条した。指摘自身の原則。これもちょっと返してくれておいてください。で、指摘自身の原則のところ、正確にまた民法1回目でもね、え、チェック入れる予定にはしてますけれども、あの、ここは、こういうふうにちょっとまず入れておいてください。えー、 義務を負うのは。自由意志による時みということで例えばですけどもまあまあ売買に置き換えましょうか。 物買ったら、代金支払い義務を負いますよね。でも義務ってなんか嫌ですよね。義務を負うのはなんでいや、それはあなたが自由意志で買うと決めたからだと。基本的に義務ってのは人間にとっては高速なんでね。その義務を負うというのは例外なんだと。義務を負うというのはなんで正当化されるかっいうと、自由意志で決めたから。というね。これが指摘自身の原則です。自由意志で決めた以上義務を負担せよ。 こういう感じです。いいですかね。えー、自由意志で決めた以上は、その義務、ちゃんと履行しましょうとかね。えー、それにもつながっていきますが、とりあえず、え自由意志で決めたからこそ、義務の負担が正当化される。というね、えー。これが指摘自治の原則というね、えー、そういう言い方をしていきます。はい。あともう一点。はい、えー。3個目の原則になりますけども、過失責任の原則もよかったら解説してくれておいてください。はい。過失責任の原則。まあ、過去が決め入れておきましょう、えー。事故の行為により他人に損害生じたとしても、故い過失がある場合のみ責任を負うとする原則と。 はい。ということで、まあね、えー、過失がないと賠償義務は負わないというね、えー、まあ、義務を負う場合として、まあね、えー、先ほど、医師によるときのみてありましたが、それ以外に義務を負うときって何があるかっていうと、過失があるときと、こう思ってください。例えば、 うっかり、人のものを蹴ってしまって壊してしまったとかね。そういう時に、過失があるならば賠償義務が発生すると。そういう感じですね。で、この賠償義務については、その自由視によるというところではないんですけれどもね。とりあえずまあね、義務を負う場合として、過失があるときにはこれは義務を負うことがあるというふうに思っていただくといいと思います。うん、はい。ということでまあね、この3つ。過失責任の原則、指摘自治所有権絶対ね、読んで分かれば OK です。 別に今、言えるかけるとかしなくていいんでね。えー、とりあえず読んでわかるという状態になったらそれで OK だというふうに持っとってください。はい。さあ一番下の2番、民法の解釈の対立利益と書いてありますけれども、まあ対立利益という発想よりは当事者の主張反論を考えていってくださいっていうね。えー、そんな感じで見ていってください。はい。ということで、まあ2番の図ですね。ちょっとまあ、プレゼンターで映しますけれども、ちょっとわかりにくいかもしれませんけれども、はい。えー、これまずもともと A さんこの四角形ね、土地持ってたと思ってください。で、これを、 とわかりやすく言うために、B から A に詐欺を働いたと。こうしときましょう。あなたの土地には、どうも、たたりが起きそうな感じですよ、というふうに嘘を言ったと。で、A となっては怖くなって、騙されて、ね、売却しちゃいましたと。で、しめしめしめと。B は、C に高値で転売すると。 で、現状、不動産は、登記が C のところにあると思ってください。でも、民法の問題見たら、まず原告になるのは誰だろうと、そこを見破るようにしてください。で、今回の事例でいくと、誰が不満に思いますかっいうと、A ですね。A が、誰に文句言う ?C ですね。A が C に対して、私の土地返してくださいと、こう言ってきます。 物件です。物に関する主張ですね。え、これをしていくと。はい。A の C に対する、まあ、所有権に基づく、登記、返還請求権とは言いませんけどね。えー、抹消登記請求権とか、そんな風に言っていくんですけれども、まあ、そのうち慣れます。はい。という風に、まあ、こういう風に、当事者の主張反論ですよね。A から C に対して、ちょっともう、これはもう書きますけれども、所有権に基づく、抹消登記請求。これをしていくと。 で、この後、皆さんには、この物件に関する請求についての要件3つほど、要件じゃない、請求種類ですね、3つほどあるんですが、その要件まではちょっと押さえていただく感じに今日していきたいと思います。はい。この要件というのは、実はこの後やりますけども、A 所有と C の登記、これが要件と言われます。 A 所有って本件では認められそうでですかでいくと A が B に売っちゃったんだけれども詐欺で取り消すよ。と言えば A 所有になりそうですね。売ったんだけれども詐欺で取り消したから私のところに戻ってきたっていうね。 で、別にこれはもう、あの、今日覚えなくていいですよ。これ覚えなくてもと、とにかくまあ、こういう人するなというのは分かったら結構ですよ。あ、確かにそういう人するだろうなと。いうのが分かればいいですよ。で、それに対して C さんとしてはどういうふうに言うかというと、詐欺知らんがなと。お前が騙されたことなんてど C からしてみたら B から買ったわけでしょ。A さんとは何の関わりもないわけだから詐欺と。何も知るかと。いうふうに反応していくはずでしてね。まあ、ここはまたね、えー、民法でやりますけれども。知らんがなと。 はい。知らんがなと書いております。ね。えー、知らんがなという反論です。詐欺何んなもん知らんわ。ね。はい。というふうな主張反論するだろうなと思ってください。いいですかね。こういう主張反論するだろうなと。で、これを慣れてきたら、自分でどんな主張をするかな、で、その要件どうかな、反論どうかな、その要件どうかなというのは自分で組み立てができるようになるというのが論文での理想形というふうに思ってください。で、そこに行くための情報を皆さんに たくさんね、えー、素材として出していきます。まあ、ここ書いたのはあくまでも一例ですのでね、えー、ここが、ま、民法の7回目ぐらいやった段階でこれがね、自分で組み立てできるようになったら、ま、あいいかなというね、そんな感じですんで、まあ、慌てず騒がずというね、えー、そういう感じでやってみてください。はい。ということで、ま、とにかくま、この、ね、民法っていうのはこういう主張反論で出てくるよと。常に主張反論という形で出てくると、というふうにもとってくださいね。なので、ま、とにかく原告の立場でしょう。次に被告の立場の反論というね、えー、そこを意識しながらやっていきましょう。 はい。ということで、まあ、ここの番章ですね。まあ、とりあえず、ま、ざっくりとね、えー、やってみたいたら結構でして、まあ、とにかくね、A さんとしたらこういう章するかな。で、次、C さんとしたらこんな反応するかなとかね。えー、そんなのをこうね、出していけたらいいですね。はい。ということで、ま、36ページ。えー、すいません。ちょっと先に進めていきますけれども。 はい。えー、36ページの上の方はバッテンでほっといてください。えー、第2節の上ですね。えー、ここはもうバッテンでほっといてください。で、えー、とりあえずまあ民法の学習ということで主張がね、物件と債権の2つが出てきますんで、まず物件って何だろう債権って何だろうここぐらいはね、今日ちょっと持ち帰ってもらえたら嬉しいなと思います。はい。ということでまあ横1ほっときましょう。で、えー、37ページ、行きまして。 はい。えー、物件と債権これ、売買すると、まあ、両方発生するんですけれども。はい。えー、37ページ。まずね、物件の方から、えチェック入れておきます。横の2番の上ですね。青文字になってますんで、そこに解説チェックをざっと入れておいてください。えー、物件とは、人が物を支配する権利で、物に対する支配権というね。そういう風に言っておきます。で、物件というのは、物に対する権利ですからね。 例えばですが、私がこの六法持ってますと。ね。この持ってることに対して六法が何か文句言うかと言わないですよね。お前中に持たれたくないとかですね。そんなこと言うわけないんでね。なので、このものっていうのは基本的に人に対して何か反論してくると、そういうことはないんですよ。つまり言い換えると、持ってる人が絶対なんでね。で、その人の意志でどのようにでもできると。これが物に対する権利の特徴だと。 先ほど所有権絶対とありましたけども、物を所有しているということは、その物に対して絶対的な支配権があると。えー、何しても文句言われないというね、えー、そういう性質が出てくると。こう思ってください。はい。ということで、まず1個、えー、返していくちょっと入れておいてください。はい。えー、物件のところですけども、1つ目のチョボですね。返していくちょっと入れておいてください。物を直接的に支配できる直接性と。これは他人の意思に関わりなくと。はい。私がこの6本持ってます。この6本を、 売ろろううととあるるいいは破ろうとお誰のお,お断り入れる必要もないんですね自分の意思だけで決めれると。これが直接性と思ってください。いいですかね。自分だけで決めれる。ねえー、これが直接性と思ってください。それと同時に、この六法に私の所有権があるということは、裏を返すと、皆さんの所有権はここにはないんですよ。いいですかね。僕の所有権がここにあるってことは、他の人の所有権を排除すると。 いうことになりまして、これを二つ目、排他性と言っていきます。はい、二つ目、ちょっと返してくれといてください。物を排他的に支配できる排他性。同じ内容の物件を排斥と。ということで、まあ、直接性排他性というこの言葉を、まあ、ちょっと早めにね、慣れておいてもらえると嬉しいですね。えー、とにかく物件とは何ですかというと、自分の意思だけで決めれる。かつ、 他の人の権利、同じ内容の権利、所有権ですね。えー、これを排除できるというね、えー。そういうふうな強い権利だと。極めて強い権利と思ってください。いいですかね。で、これらまとめて米印、に回接触伸ばしておきましょう、えー。物件とは物に対する直接的排他的支配権。ということで、めちゃくちゃ強い権利です。めちゃくちゃ強い権利ではあるんですけれども、それがあるがゆえに、やはり、 誰が所有者かってのははっきりしといてほしいというふうになります。はい。ちょっとここはトラブル事例を出しますけれどもね。はい。B がちょっと悪いやつでね。本当は A の所有なのに、ある年ね。ある年があって、C さんをその年に連れて行きます。で、その年連れて行って、いいでしょう、うここと。日当たりも良くて、駅からも近くてと。この年どうか買いませんかとか言ってね。 勝手にですよ、はい、けど C からしてみたら本当に B が持っているかどうか確認できないと怖いですよねいいですかね人の年勝手に売るなんていう悪いやつ当然出てくるんでね本当に B さん持ってるのというのを確認するために C としては、登記を確認することで、トラブルから免れることができますよね。所有ってのは絶対なんでね、A さんの所有なら A さんの所有、A さんの意思だけで決めれるんです。 けども悪いやつが出てきて、買わないこれとか言って言ってくるんでね。なので、誰の権利か分かるようにしようと。これが登記制度と。こう思ってください。で、とりわけ、不動産については登記というね、えー、そう思ってください。土地と建物のことを不動産と言いますけれどもね。えー、土地と建物動きませんよね。えー、土地が、まあ地震で動くことはありますけれども、土地と建物は基本的に動きませんので、不動産と言いまして、不動産についてはこの登記ということで、誰が権利者かを明らかにしようと。 でも、不動産以外の権利はね、えー、なかなか工事しようがないんでね、えー、おにぎりに誰の醤油とか書いてないですね、えー。あるいはッペットボトルに誰の醤油とか書いてませんので、えー、そういうのと同じでして、まあ一応、財産の中にはいろんな財産ありますが、不動産については登記というね、えー、そういう制度があるというふうに思っておてもらえるといいかなと思います。はい。ということで、まあその下の米印なんですけれども、はい。えー、米印の下の方ですね。えー、米印の下の方で、工事とありますよね、えー。工事のところによかったらね、返して入れておいてください。えー、工事。 で、不動産は登記が必要と。から、動産はというと、これ、引き渡しが必要というね。とりあえず、まあ、工事ということで、まあね、えー、不動産については、まあ、登記というね、えー、そういうしっかりした制度があるんですが、動産は、これ、引き渡し書いてますが、要は、持ってることを占有と言います。占有が、まあ、一種の工事と。持ってる、ね、占有。 所持と思ってください。所持していることが一種の工事であると。所持しているということはその人の所有かなという推定が働きますよね。所持していれば、ああ、その人持ってるんかなとかね。まあ皆さんの机の上に、ね、いろんな引き揚がありますけどね。まあ、その、えー、自分の近くにあった、ああ、その人の所有だなっていうのがわかるのと同じでしてね。えー、そこは占有というのが一種の工事的な機能を果たしてるんですが、ちょっと弱いです。動産についてはね。ちょっと工事としては弱いというところがあるよと思ってください。 はい。さあ次のところ行きましょう。物件に関してのまあ学習ですね。ちょっとこう続きやっていきますけれども。えー、物件に関して。はい。えー、優先関係ね。えー、これしっかりと持っておいてください。はい。物件優先関係で、まあこれ時々起こる紛争ですけども。はい。えー、事例としてはこれ X さんが土地を持ってる。これちゃんと持ってると思ってください。で、丸1 a に売却。丸2 b に売却となってますね。 同じ土地を二重譲としたという、まあ、そんな事例でね、えー、民法ではよく起こる事例です。で、ね、えー、ここま、実務ではそんなに多くはね、えー、起きませんけれども、二重譲としたときに、さあ、A と B どっちが所有権取るでしょういいですかね。A から B に売ったら所有権移りそうですが、C、え、え、ちょ、え、X から A か。X から A に売ってますが、X は B にも売ってます。A と B どっちが所有権取るかについては、これは、不動産だったら登記という制度があるんで、 なので、当期の戦後で決める。こんな感じになります。その下、解説祝辞をと入れておいてください。A は、当期確保、工場を組みしない限り、B に対して完全な所有権は使できない。配達性はないということになります。で、A、B 間においては、先に当期工場を組みした方が優先する。はい。ということで、まあ一応ね、不動産であれば、この当期先に備えた方がと。じゃあ、動産、不動産以外だったらどうするちょっとこれは引き渡しですね。先に引き渡しを受けた方が、 勝つと。いう感じで、ね。えー、とにかく、ま、さっきのところですけどね。えー、さっき、えー、動産については、工事、引き渡しが必要って書いてましたけども、要は先に引き渡しを受けた方が所有権を取る。ね。えー、不動産であれば先に登記を受けた方が所有権を取る。というね。えー、そういう構造になってくると。こう思ってください。はい。という感じで、物件同士はそうするんですが、債権との関係ではそうはいきません。はい。えー、カッコの B の方で、ちょっとここは絵を一緒に描いておきましょう。まあ、あの、テキストの図と全く同じではあるんですけれども、A が土地を持っていると思ってください。 で、A に対して貸したと思ってください。賃貸借 L、ね、L。貸した。L はレンタルと思ってください。そうすると、A は賃借権という債権を取得します。借りてるというのは、まあ、 物を借りてても、これ債権と言います。ちょっとここはね、えー、慣れてもらうしかないかなと思うんですけども、賃借権はこれは、貸してくれた人に対して使わせてくれというだけの権利、えー。使わせてくれと言える権利が賃借権ということで、人に対する権利だというふうに見ます。で、この賃借権を持ってたのに、X は B に売っちゃった。 この土地どっちが使う権であるでしょう先に債権があったのにと思うかもしれませんが、物件優先と思ってください。はい。ということで、まあ、括弧の B のところですね。括弧の B の一番下から二行目のところに解説チェックを入れておいてください。原則として物件を優先すると。 で、売買は賃貸借を破るというのが原則だと。でも、この原則に対する例が民法で学習します。借りてる人かわいそうやんと思うでしょ借りてる人かわいそうやんで、その人を保護するためにいろんな制度があります。借地借家法という特別法とかでいろいろ出てくるんでね。えー、なので、そこでまた学習したらいいかなというふうにはなっていきます。はい。とりあえず、まぁ、A としたら、ね、えー、これまあ陶器をするとかですね、建物を建てておくとか、いろんなこうね、えー、その、えー 対抗手段ありますんで。まあ、そこの例外は民法の賃貸借で学習するという風にもとってください。はい。ってことは、物件の、ね、優先関係ですけども、物件同士では登記の備えた方、ね、再との関係では物件優先だというね、ここはちょっとこうね、大原則として持っといてください。はい。で、まあ、文法の物件の中でいくと、最も大事なのは実は過去の2番でして39ページです。えー、過去の2番で物件的請求権とありますが、これはちょっと民法1回目からガンガン使っていく予定なんでね。なので、括弧の2番、レジュメでちょっとしっかりと見ておきましょう。 はい。えー、物件的請求権。物件に関して最も大事と言ってもいいでしょう。ね、えー、物件に関しての最も大事なね、えー、制度はこの物件的請求権というね、えー、これになりまして。まあ、分かりやすいっちゃ分かりやすいですよ。はい。えー、抽象的にまあ理解してもしゃあないんでね。例えば、はい。皆さん A の立場と思ってください。で、土地を持ってます。 なのに、B がやってきて不法占拠していると。どう思います出ていけと言いたくなりますね。いいですかね。お前どけと。返せと。俺に返せと言いたくなりますね。あるいは、選挙じゃないけどゴミを捨てていったと。どうしたいですか ゴミどけろと。まあ、ゴミと書きましたけれども、結構実務的に問題になるのは、使い古した車です。勝手に駐車してるとかね。そんな感じですね。勝手に俺の土地にと駐車しとると。この車どけろとかね。そんな感じで、こう実際上よく問題になります。はい。これがまあ典型的な物件的請求と思ってください。はい。もう一個物件的請求のタイプがありまして、はい。これまた違う図を書いた方がわかりやすいかなと思います。 ちょっとこう、高台のところに A が住んでるんですけれども、お隣さん B と思ってください。まあちょっとあんまり事例としてはふさわしくはないかもなという気がしますけどもね。えー、とりあえず A の持ってる土地の横に B が土地を,土地を持ってるんですが、B が トンネル掘ろうとしたと思ってください。A の土地の下をね、通って、勝手になんかね、えー、その向こうに出るためのドトンネルですよね。これを作ろうとしていると。さあ、A からしたらどうしたいですか心配ですよね。いつ自分の土地が陥没するかっていうね、えー、そういう心配を抱くことになりますので、はい、トンネル掘ろうとしているので、やめろって言いたいですね。いいですかね。 はい。A の持ってる土地。B が勝手にトンネル掘ろうとしてる。やめろ。まだ現実に侵害はないですよ。侵害されそうな時にやめろ。ということでまあ整理します。はい。物件に関してはいろんな請求があり得るんですが、この3種類ですね。 返せ、どけろ、やめろ。この3種類ですね、えー。これが物件的な請求権ということで、民法の事例問題では、実はこの物件的請求の問題が半分を占めますんでね、えー、ほぼほぼこの物件的請求のこの要件から出発して考えるという問題が半分を超えるというふうに思ってもらってもいいぐらいのところになります。はい。ということで、6ページ、一番上、括弧の一の意義のところですね。はい、えー。意義のところにちょっと解説してざっと入れておいてください、えー。物件に対する円満な支配が、妨害されまたはその恐れのあるとき、 妨害事実の支配者に対し、あるべき状態の回復を請求する権利と。まあ、抽象的に言うとそんな感じではあるんですけれどもね、えー、物件、自分が持ってる所有権、これが脅かされた、あるいは脅かされそうですね。えー、その時に言える権利と思ってください。ね、現実に侵害され、または侵害されそうなときですね。えー、その時に、あるべき状態に戻せ。ということで、まあ、パターンとしてはまあ、3種類ですね。えー、先ほどもやりましたけども、まあ、不法占拠されてるなので、返せと言っていく。 ゴミを置いていったから、ゴミどけろと言っていく。ね。えー、侵害されそうなので、やめろというね、えー。この3種類が一応ね、えー、この物件的請求と思ってください。で、これね、なんでか知らんけど、民法改正によっても条文作られないんですよね。えー、不分立です。これ不分立ですね、条文が作られてません。なんで、で名分ないんだ、ということがあるんですけども、名分ないけれども、当然できると、こう思ってください。はい、趣旨。これね、なんで、この物件的な請求権認めるかという理由、丸の1。よかったら、回数チェックを入れておいてください。 物件は直接支配する権利。これは自分の意思だけで支配できる権利ではある。が、自力救済が禁止されている。これ、認法の現行アナリミ号ですね。我が国では自力救済禁止です。だから誰かがゴミ捨てていったからって自分でゴミをどけると、これできないですね。じゃあどうするのって言うと、裁判所にお願いしてやってもらうと。これが必要なんですね。えー、自分でやっちゃいけない。 裁判所に頼んでやってもらう。このために物件的請求権があると。そういうふうに理解します。はい。ということで、まあ一応2行目の後半続けてください。妨害などがある場合は、その除去を相手方に請求でき、相手が履行しない場合には国家権力数字で実現される必要があると。はい。自力救済禁止です。自力救済禁止やから、誰かにやってもらわなきゃいけないですね。誰かにやってもらうことができるようにするために、 条文はないけれども、一応、解釈上を作ったというのが物件的請求と、こう思ってください。えー、自力救済できません。だから自分で、お前どけとかね、これできないんですよ。でも、裁判所に頼んでやってもらうために、権利として認めたんだと、こう思ってください。裁判所と見せたら、権利として認めてくれれば、それはもう裁判所としては権利実行。ね、えー、その辺は一応ね、え、頼まれればやりますので、えー、とりあえず権利があると。 条文ないけれども、権利があるんだ。とね、えー、そういうふうに一応していかないと、えー、裁判所に強制することもできない。ね、えー、そうなってしまうので、とにかく、ねえー、条文ないけれども、裁判所にお願いして強制できるようにするために、解釈上を作った制度と、こう思ってください。ね、えー、それが物件的請求権というふうになっていきます。はい。まぁ、あ、趣旨のところはちょっともう、まずね、ピンとこなくてもいいですよ。えー、まだ民法1回目は、ね、入ってませんので、えー、とにかくまあね、物件、えー、自分の意思だけで支配できる権利なのに、誰かが邪魔してると。で、 自分で自力救済できない以上は誰かに頼むしかないわけですよ。誰かに頼むように、頼めるようにするためにこの権利を認めたんだと。まあ、そんな風にね、思ってください。えー、自分では自力救済できない。ね。誰かにやってもらう。これは具体的には裁判所にやってもらう。ね。裁判所にやってもらうために権利として認めたんだ。まあ、そんな感じです。 はい。まあ、あまり、まあ、そこの趣旨のところはね、使うことはそんな少ないので、えー、大事なのはその後、要件です。はい。えー、過去の3番で、類型と要件で、3にちょっと早めに覚えちゃってください。はい。えー、とりあえず、類型、要件。まず、類型3つ返してくれちゃいましょう。えー、物件的返還請求権。典型は返せ。はい。それから2つ目、物件的妨害排除請求権。で、えー、典型は、妨害物をどけろ。から3つ目、物件的妨害予防請求権。えー、典型は持っていくな。 妨害を受けないように措置をせよ。まあ、ちょっと3個目の妨害予防。予防の方はね、えー、少ないかなと思います。ま、妨害予防は言い換えたらこれやめろですね。やめろが3つ目と思ってください。で、ほとんどの事案は、返還か妨害排除のどっちかです。で、返還改正ですね。言うための要件はというと、1、2、これできたら排せシェックも入れておいてください。物件有すること。で、相手方が占有と。 ま、丸の石については、原告所有というふうに思っても結構です。原告所有、被告占有というねえ、そんなふうに言い換えます。まあ、原告所有、被告占有というね、えこれで防害排除、返還請求ができるというふうに考えていきますね。で、これちなみに物件なんで、所有権以外の物件にも認められるというふうに考えていきます。 所有権外で抵当権とかね、いろんなこうね、権利がありますけども、それでも応用ができるというね、これが物件的な変換請求権と、思ってください。妨害排除も一緒です。はい。妨害排除請求権も要件同じです。返してくれておきましょう。えー、物件有すること。で、えー、相手方が物件妨害していること。はい。まあ、言い方これはまあ原告所有被告妨害ですね。原告所有被告妨害というね、えー、これがあれば妨害排除請求できると。簡単でしょ。要件としては。覚えるのもね、えー、結構簡単に覚えるかなと。で、 妨害予防も一緒ですんでね。えー、原告所有で妨害の恐れ。ね。えー、それが一応要件になりますが、まあ、妨害予防請求権あんま使わないんでね。えー、なのでもう今のところはチェック入れなくてもいいかなというふうには思います。はい。ただし、まあ一応三つ目の種類としてあるよと。で、も、もし仮にか考えなきゃいけないときは、原告所有とほにゃほにゃね。えー、そう思っておけばいいですね。えー、返変換請求だった原告所有被告占有だし、妨害排除請求だ原告所有の被告妨害。で、この被告、えー、原告の妨害排除請求権なんですけどもね、これ、 ちょっとまあ、妨、え、害、ー、排除のところに横に書いておいてもらったらいいですが、相手が、登記を有する。あら、すみません。相手が妨害、登記を有する。これも、妨害の一つと。私の土地なのに相手名義の登記がある。これ、妨害排除請求で、 登記返せと言えると。こうなります。自分の持っている土地なのに、相手が登記を持っている、妨害排除請求ができるというふうに考えてください。はい。ということで、まあ、登記の抹消請求は、妨害排除請求の一類型というね、えそんな感じになりまして、まあ、相手が登記を有するっいうのも妨害の一つであるというね、えそんな理解しておくと、まあ、早いかなと思います。はい。ということで、まあ、物件に関するお話は以上で終わりになりますが、とにかく今日の 後半の講義の中で最も痛かったのは実はこの物件的請求だったんで、ね。えー、なのでこの物件的請求についての、まあ3種類。まずは覚えることと、それからそれぞれの要件。これはもう条文がないんでね。覚えておかないとどうしようもないんで。なのでこの3種類の要件、それぞれね、端的に言えるね。原告所有被告占有とか、原告所有被告妨害とかね。えそれがちょっとパッと出てくるようにね、えー、復習してもらえると嬉しいなと思います。はい。まああの、民法1回目からやりますしね。また民法1回目でもテキストですね。えー、この物件的請求のところをね、いきなり見ますんでね。 はい。ということで、まあ、39ページ以上にしておきましょう。はい。横の3番以下ですね、もう読みたい方はどうぞ見てくださいぐらいのところで、まあ、あまり深入りしません。はい。40ページの横の4番、債券についての特徴なんですけれども、まあ、物件との対比で理解すると分かりやすいです。はい。え、債権一応言葉を押さえておきましょう。はい。え、横の4、解説していくちょっと入れておいてください。え、債権とは、特定人から特定人に対して一定の財産上の行為を請求する権利と、 ま、長く書いてますけども、人に対する請求権と思ってください。ね。人に対しての、まあ、行為請求権ね。え、請求権。でいいね。え、人に対しての請求権なんで、だから例えば、売買契約結んだら代金払えているでしょ。代金請求権は債権の一つです。売り主は、買い主に引き渡さなきゃいけません。買い主は引き渡し請求権を持ってますが、引き渡し請求権は、もちろんこの、 売り主に対してだけ言える特典、債券だというふうに考えていきます。はい。ということで、まあね、契約によって物件が発生から債券も発生と、ね。契約によっては物件がなく債券だけっていうね、そういうものもあります。新対策のようにね、債券だけっていうこともありますが、まあとりあえずね、契約すると物件面と債券面とね、両方まあ見る必要が出てくるぞと、こう思っていただくといいかなと思います。 はい。ということで、まあ、物件と違いまして、債権、人に対して言えるだけ。特定の人に言えるだけ。というね、そういう意味で、まあ、要はね、絶対的な効力とかは特にないですよ、と。ね、かなり弱い権利と思っておいてください。まあ、物件であった直接性、排他性で、これは当然ありませんと。自分の意思だけでどうしようもないですね。これ、債権の典型としては、金返せです。貸した金返せと。でも、相手が、払わなかったらどうしようもないんでね。いいですかね。 自分の意思だけでね、ね、えー、無理やり相手の財産を奪っていく。これはできないですからね。<laughs> 自力救済禁止なんで。なので、この債権とのは直接性なしと。相手が嫌だって言ったらこれどうしようもないと。 で、さらに、配達性もなしということで、他の人も同じ人に貸付金請求権があり得るということでね、えー、結構多重債務って聞いたことあると思いますけれども、多重債務と言いますね、えー、一人の人が A 社、A 社、B 社、C 社、D 社、ね、複数のところから借金してるとかね、えー、これ多重債務というね、そんな言い方しますけれども、えー、そういうのが起こり得るんです。ね、配達性がないので、えー、とりあえずね、他の人の同じような権利がね、同じ人に刺さるというようなことはよくよく起こります。はい。 それは認証。まあ、その人はさーっと言わせてもらったら、ね、十分かなと思います。はい。41ページ以下、もうね、えー、ザクッとで終わりにしもうかなと思いますが、え、第3節の、えー、試験の変動原因と書いてますが、まあ、これも契約トラブルの一種ですが、まあ、いわゆる民法総則と言われるところで、ね、え、学習する内容です。興味ある方は一読しても結構ですけども、どうせ、もうね、2週間後には本論編始まりますんでね。えー、なのでそこでもうね、学習したらいいやと。今日の段階でもう、パス。ね、えー、今日のところは最も大事なのは、先ほど,先ほど申し上げました、物件的請求権ですね。えー、これをまずね、持って帰るというところが、 非常に大事なのでここをまずね、押さえていただけたら、もう今日は OK です。 はい。42ページ間もう飛ばしちゃって、もうね、えー、ほっときましょう。はい。えー、46ページかで他の科目のことを、チラッとだけ言っても、今日最後ね、残り10分ですね、えー、そこでもう終わりにしようかなと思います。はい。えー、第3章の商法はもうこれ民法の特別法ということで、まあ民法に続けて学習すると非常に効率がいいですね。えー、民法の延長で、原告の主張、被告の反論の延長ですね。えー、それでも勉強していくよ、というね、そんな感じの科目です。まあ第3章も今日はもう何もノーチェックで結構なんでね、えー、とりあえずまあ民法の延長だというぐらいの意識だけ もっとだけもらったら結構です。はい、ざくっと飛ばして52ページはい。第4章の刑法。ここは少しだけ残り10分で、えー、少しだけお話をしようかなというふうに思います。はい、えーっとすいません。刑法の学習するにあたっては一番わかりやすいところ、レジュメでやっとこうかなと思いますね。すいません。レジュメあ7ページ言い忘れた。 すみません。民法の、えー、学習上の注意点。また民法入ってからもね、お話しようかなと思いますけれども。あ、すみません。レジュメ7ページ。すみません。民法若干戻りますけどね。えー、レジュメ7ページ。民法を学習する際、ちゃんと問題解くという意識を持ってね、望、えー、んでいってください。事例、当事者、で、主張反論。ね、えー。そこを意識しながらね。で、主張反論は結局要件効果ですからね。えー、効果と要件、ちゃんと条文から見てね、やるようにしておいてください。まあ、とにかくまあ、 解き方踏まえてマスターしよう。ね、えー、民法1回目から5回目ですね。えー、そのあたりでおそらくね、えー、基本的なところがこうね、習得できるかなと思いますが、とにかく解き方踏まえてね、原告の主張、被告の反論、こっから外れないようにね、えー、それを意識しながらやってみるといいと思います。はい。あと、特に条文めんどくさがらないでくださいね。1044、どころか1060条台で、えー、千何十条とあるんですけども、まあ、大事な条文はうち2、300に絞りますんで、なので、それだけでもいいので、とにかく条文、 とっくみ合いしてみてください。から、判例も大事ではありますが、判例はテキストに載ってる限度で結構です。ね、無数の判例ありますので、とにかく、まあ、条文と判例、学説に行かないでくださいね。とにかく、ね、学説に入りたがるね、大学の人もいますけれども、ちょっと学説に入ると怪我しますんでね。民法についても、とにかく膨大なので、まずは条文、まずは判例というね、そういう意識を持っときましょう。はい。あと、メリハリめっちゃつけます。 えー、たくさんやる。ね、えー、24回しかないんでね、え、民法ね。範囲は広い割に24回しかないと。で、論文用のところってものすごく絞りますんで。なので、あ、ここも大事そうだなと思ったとしても C ランクと言われたら C ランクですね。いいですかねど。D ランク言われたら D ランクなんでね。えー、そこに手を出さないようにね。えー、とにかくまずは B 以上。まあ、C は余裕があればもちろんやってもらっても結構ですけれども、とにかくまずは論文用のマスターをするというね、えー、その意識を持っとかないと大怪我しますね。大怪我するというのは要はね、えー、民法が不得になってしまうというね、えー。そのリスクがちょっと出て はい、ということで、もう、絞れって、ね、そういう意識を持っておきましょう。はい、刑法いきましょうか。はい、刑法なんですけれども、はい、まあ、犯罪に関するお話ということでね、ちょっとここは、あの、民法とかとはね、全然、ガラッと話が変わってきます。はい、で、まあ、刑法なんですけれども、まあ、よくよくわかりやすいね、事例で出していきましょうかね。はい、え、ちょっとまあ、時系列なんかをね、作っていきますけれども、まあ、 よくありがちな強盗事件ですね。はい、XY の2人がですねある家に侵入しましてですねで当初は家の人がいなかったんで物色ということで、まあ、窃盗行為的なものをしてきて。 でそれぞれ分かれてね、えー、探していたら X がばったりと家の人に会いまして V 殴って気絶させたとこ思ってください。 で最後、奪って逃げたと金品、まあ、ね、はいまあ、刑法というのはこういうふうに犯罪を対象にしていくそういう科目と思ってください。犯罪を対象にしますで、ここなんですけどもまず犯罪に当たるかどうかというのは3段階でものを見ると思ってください。 まず第一段階条文に当たるかどうかです罪を定めた条文がありまして条文に当たらなければ罪じゃないというふうに考えます 犯罪と刑罰は法律で定めるというね、財刑法で主義と言いますけれども、これ刑法のすっごく大事な、ね、発想になるんですが、まず、罪を定めた条文に当たるかということで、まあ、本件で行けば、まあ、住居侵入に当たるかどうか、で、その後ろについては強盗に当たるかどうかみたいなね、そんな感じで考えていきますけれども、はい、条文に当たるかどうか、 発想としては結構ここが大事ね人ごと行為ごと重い順なのでまず侵入、はい、重たいものとしては何があるかとこれは住居侵入です住、まあ、居侵入がこれ以上重くはなりませんので、まあ、これはこれで単体で検討しますで次物色殴って気絶奪って逃げたはいこれらについて 重い順に考えますので、あ、重たそうなのはこれは強盗系だなと思ってください。物色とあるので、窃盗。ね、行きがちになりますけれども、窃盗は一旦パス。ね。えー、ここは、重い順。ここを見たら、強盗だと。で、これ V さん怪我してたら、強盗致傷。これが最も重い罪になるんでね。えー、なので、それを検討するという感じになります。はい。一言こういうこと、重い順と。これが結構ね、えー、大事な発想です。 で、これ見方を変えると、検察官の立場と思ってください。この悪い奴らを起訴しようとする検察官が刑事では原告になります。刑事の原告は検察官なんでね。えなので、検察官の立場で重たい罪から考えていく。とにかくこいつを最も重く処罰しているのはどういう罪だという発想でやっていくと。こんな感じです。 で、まず条文に当たるかどうかということで、これを構成要件、該当性な字。まあ、構成要件とね、えー、言いますけれども、まあ、漢字の意味追いかけないでください。で、手控えでは TB と略するね、えー、ことが多いです。はい、構成要件。第一段階。罪に当たるかどうかね。えー、条文に当たるかどうか。これを構成要件という四文字熟語で説明します。 はい。構成要件、該当性とかいうね、言い方しますけれども、ドイツ語のタートルッシュさんというらしいですね。で、TV と略するね、そういう人が多いですけれども、まあそこは、おそらくまあ多くの方が TV 使うと思います。で、条文に当たる行為ってのは基本的に悪い行為ですよね。いいですかね。人を殺した悪い行為ですよね。この条文に当たるってことは基本的に悪いという推定が働きますんで、次に検討するのは、 違法性まあ RW と略することがありますがこれをなくす事情があるかどうかと次に考えるのはここになります、はい、第2段階違法性で違法性なくす事情これを違法性そきゃくというねそういう言い方をよく使います まあ強盗ではちょっと違法接続薬考えにくいけどねこれ人を間違って怪我させちゃっただとこれ違法接続であるのは正当防衛とかね第二段階で検討すると正当防衛とかだとこれ違法性なくなるというねそんなふうに考えますでここの違法性もなくす事情がないとなれば次3段階目に入りまして 罪に当たれれば基本的ににはは責責任任ありとときたたらこれは非難と思ってください罪に当たる行為をしたら当然非難されて当然なんですが第3段階ではこの責任をなくす事情があるかどうかと。ということで、まあ、よくニュースなんかで聞いたことあると思いますが責任能力を犯人が争ってるとかねそういうの聞いたことあると思いますがこれでは第3段階目です。 責任なくす事情がある。ね。避難できない事情があると。 ね、えー、これが第3段階なんですけれども、責任阻却自由というね、えー、そんな風に言っていきます。で、もうこの体系だけ、今日持って帰ってもらったら刑法は OK ですね。えー、まず第1段階で罪に当たるかどうか、第2段階で違法性なくす事情があるかどうか、第3段階で責任なくす事情があるかどうかを順番に検討するというだけで、まあ、罪になるかどうかが、まあ、決まってくると。で、この際に、まあ、もう少し深めたい方はですね、レジュメ8ページ、解説チェックちょっと入れときますけれども、はい、えー、レジュメの8ページ。 はい。えー、確保の一番のところですけれども、はい。えー、アンダーラインのところによかったら返してくれといてください。えー、犯罪が成立するかどうかを大きく3段階に分けて検討すると。もうこれも歴史的なね、えー、そういったところからもうそうしていると。で、えー、その矢印の下もしてくれといてください。えー、犯罪とは、構成要件に該当する第1段階、えー、罪を定めた条文に該当する。で、違法、かつ第2段階で、かつ有責、第3段階の行為であると。で、その際に、えー、まず大事なのは、 カッコの2番でして、検討対象ですね。頭の中ではなくって、外に現れた行為ですね。客観面と言います。これ2行目よかったらチェック入れていてください。えー、客観面、外に現れた事実から主観面、行為者の内心とに分けて検討する。で、まずはこれ、外形から判断してください。外に現れた行為から見て、行為、結果、因果関係とか、そんな感じでやっていきますけどね。えー、とりあえず、 外に現れた行為からまず出発点考えていくと。で、次に頭の中身を見ていくというね。えー、この順番、客観から主観というね。この流れもね、えー、すごく大事なところになります。はい。で、その下、2番丸のう第一段階のところですけどもね。まあ要はこれは条文の罪に当たるかどうかというところで、4条目にちょっとね、よかったらチェック入れておいてください。人ごと行為ごとに最も重い罪から考えると。で、論文解くときの最も大事な視点になっていきます。 はい。ということで、まあ、一言こういうことに思い順から考えていく。ということで、ま、あ殺人罪であればね、えー、これは人を殺したって書いてあるんで、人を殺す行為をしたかどうか。から、た 人を殺したという結果が生じたかどうか。で、殺す行為と他の間に因果関係があるかどうかというのを考えていったりとかね。その辺が、まあ、第1段階の検討対象という感じになります。はい。次に第2段階で違法性、これ、なくす事情があるかどうかをまあ考えるよ。から、丸の3で第3段階で責任なくす事情があるかどうかを考えるよということなんですけども、まあ、読んでいただいてもね、もちろんいいところが丸締めになってますんで、復習時に。 ちょっとね、深めたい方は、レジュメちょっと読んでいただくといいかなというふうには思いますが、一応、最低限のね、刑法の入門としては、こんな感じということにしておきたいと思います。はい。えー、10ページ、まあ、刑法で学習する内容ですね、えー。2部に分かれますけれども、第1部刑法総論。 で、ここがものすごく抽象性が高いです。で、第2部の刑法格論は個々の条文の分解ではあるんですが、第1部ですね。えー、ここがものすごく抽象的なんですが、具体的に噛み砕く、噛み砕くという作業ね。これまた入門で、えー、刑法入ったらね、皆さんには注意で促していきますけれども、とにかく抽象的なんでね、刑法相論がね、難しいかもしれないですけども、大丈夫です。うちのクラスからの脱落者はほぼいませんからね。えー、他の予備校だと刑法でゴソッと抜けるね、えー。そういう人がまあ結構出てくるんですが、これ抽象性 高いんです、すで中象性高いんで、じっくり噛み砕けっていうね、えー、これをもうね、えー、やっていきますんで、まあ大丈夫です。皆さん僕のね、声を受ける限りでは、おそらく苦手にしないと思いますんで、この警報層の噛み砕いて、噛み砕いてというね、えー、そういうふうにじっくり時間をかけてやっていただいたら大丈夫というふうに思ってください。まあとにかく慌てないことですね。えー、刑法の学習で最も大事なのは噛み砕きというね、えー、ここになりますんで、この噛み砕きをしっかりと一緒にやろうというふうに思っってください。 はい。ということで、まあ、1時間半弱ですね、えー、3科目に関するダイジェストを一気にやってきましたけれども、まあ、あの、まだまだね、始まったばっかりなんで、肩肘張らずに気楽にね、言っといてください。で、まあ、民法1回目始まってからもね、まあ、あまりね、えー、最初に飛ばしてくるとバテますんでね。えー、なので、とりあえずまずはね、えー、ペースをつかむ。 え、まずはテキストにね、書いてある範囲で納得して復習するというところをね、しかりとやってもらえたらなというふうに思います。まあ、あの、いろんなガイダンスでもね、勉強方法とかお話ししてます。まあ、あの、YouTube とかにね、載ってたりしますんで、よかったらね、あの、勉強方法に関するガイダンスも一度、ね、一度ね、ちょっと一緒に見ていただくと、まあ、ショートで50分ぐらいかな。50分ぐらいの、ね、ガイダンスが多かったりしますんで、ちょっとね、一度見ていただけると、あの、復習の仕方とかもね、言及しますんで、よかったら参考にしてもらえたら嬉しいなというふうに思っております。はい、ということで、えー、今日の全体構造編ですね。 以上になりますが、まあ一応ね、今日のま気楽に気楽にね、えー、民法一かめ、五、えー、月の八日になりますけれどもね、えー、ここでまた皆さんとお会いできるのね楽しみにしております。ということで、えー、今日はこれで終わります。どうもお疲れ様でした。